こんばんはこんばんはひろきさんこんばんはふなっちさんこんばんはしろくまさんこんばんはえっあまざらしさんこんにちはれいれさんこんばんはサムアロンさんこんばんはやお髪巻きも可愛いありがとうございます巻き髪いいのありがとうございますこれハーフアップしてるんですよ三つ編みここに オーナーさんこんばんは、ひでまさんこんばんは。驚いた、すなねずみさん、うん、なんですか？よしたくさんこんばんは。ラパンさんこんばんは、ユナイテッドさんこんばんは、ルートさんこんばんは、ひだくさんこんばんは、頭さんこんばんは、トマトのアスコさんこんばんは、ロールスロイスさん自分でやったの、はい、自分でやりました。あきさん通知きた、はい。もとさんこんばんは、ひろきさん髪型可愛い、ありがとうございます。ちょっと時間があったのでハーフアップしてみました。 とっとじゅさんこんばんはテルサインさん,さんこんにちはラパンさんみほちゃん服似合ってるよありがとうございますワンピース好きなので今日ワンピースですうん。ねとしーさんはいはいミノルさんこんばんはるルンさん大人っぽい本当ですかありがとうございますれいりさん髪型似合ってますありがとうございますロールスロイスさん女子力女子力ふふふさんこんばんはルートさん服も可愛いありがとうございます こう襟が、この角、なんか角襟、ついてて可愛いんですよ。あきさん、可愛い,い、ありがとうございます。黒猫山田さん、こんばんは。荻原敦さん、こんばんは。ちくわドーナツさん、こんばんは。トット十九さん、毎回髪型変えてくれて、嬉しいです。ありがとう。いやいや、こちらこそ、見に来てくれて、ありがとうございます。イーティーさん、こんばんは。ジュ、ジュライさん。かな。ススクさん。 髪型可愛いですありがとうございます高知さんこんばんは今日も全力可愛い大好きだよありがとうございますナツさんこんばんははめましてこんばんは初めましてニーダさんこんばんは ET さん巻き髪も似合うね本当ですかありがとうございますカズミさんみほ大人っぽいねありがとうございますたくみさん初めましてめっちゃ美少女ありがとうございますキポリニさん可愛いありがとうございますラパンさん巻き巻きにすると美人度上がった本当ですかありがとうございます。 明日も頑張ばりきさん今日もかわいありがとうございますライさん少ししか見れないけどこんばんはこんばんはハムタロさんウィンクくださいウィンク <laughs> あんこさんケアケロコに似てる本当ですかありがとうございますごくやんさんこんばんはこんばんはちくわドーナツさん巻き髪いい感じですありがとうございますテ、えー、デ,ィディテルヒロさんこんばんみぽり、ンこんばんはゆつの神さん 仕事中ですがこっそり見てますねありがとうございますぬるさん本当と大人っぽありがとうございますハーフアップしました髪巻いてはやとさんにやっとありがとうすっさんこんにちはこんにちはどうしよう今日は何喋ろうかなみしたさん欅のすがいちゃんに似てる本当ですかありがとうございますもうたくさん言われて本当に幸せです ゆかあるん佐々木ゆかりさんにも似てる気がする本当ですか調べてみますあの欅坂オーディシ46さんの菅ゆかさん似てるって言われてあの頑張り機とかやらせてもらってるんですけどなんか申し訳なくなってきちゃったのでなんかそういう頑張り機みたいな私のなんかそういうの作りたいんですけど何かありますかねきぼりんさんみんなにバレないようにこっそり見てます <laughs> ありがとうございます イトさん、デアあ、レアさんいましたね昨日。デアさん、みんなにバレるように見てますバレちゃってくださいテラさんこんばんはこんばんはりゅうたさん久しぶりに見に来れたいらっしゃいませきぼりんさんみっぽっぽにもバレんように見てますバレてますよしろくまさん好きな動物ありますか好きな動物犬ですね あとなんか小学生の時はなんかレッサーパンダっていう生き物を知ってめっちゃその時レッサーパンダ大好きって言い分けてましたゆ <laughs> ッきさんこんばんはこんばんはは吉高さん今日ずっと見ますありがとうございます長昌さんやや <laughs> レスターさん大人っぽいありがとうございますレアさんレッサーパン売機 なんか馬力入っちゃってる結局馬になっちゃってますレッサーパンダか馬かわからないるさんショールームは今日で終わりやっけ終わりやったっけ明日までありますよロールス・ロイスさん激猛エピソードで新停止したいやいやいや,いや <laughs> 博多弁あまり出ませんねオーナーさんは出したいですねうんなんだろうあ今日夜とんかつ とんかつなんですけどとんかつ食べるのバリ楽しみやみたいな感じかななんかあんまり出ない <laughs> 意識しちゃうと出ないですね博多弁オーナーさん昔福岡に住んでましたあそうなんですね福岡いいところですよね明日も頑張りきさん明日って昼もできるのかなどうなんでしょうなんか平日は十七時からって決まってるんですけど祝日の場合どうなんでしょうまた調べてみます見てみます きぼりんさん、ため口に銭と博多弁でなんじゃないそうですね、きぼりんさん博多弁ですね。りょうたさん、敬語だからかなそうなんですよね。船33、初見です。ありがとうございます、えー。ミントグリーンさん、仕事終わって今から帰る。お疲れ様です。ひでまるさん、スマホの待ち受けは何待ち受け、ももちゃんとかもかちゃんとかクッキーちゃんの写真ですね。ワンちゃんの写真です。 りょうさんラグビー見ましたか？見てないんですよね。どうなりましたか？きもりんさん実は僕も去年福岡にいました。おお一緒ですね。また帰ってきてもいいですよ。レイレイさんトイプードル好きですか？好きです。可愛い,いですよ。ふわふわしててなんか？でもトイプードル写真撮ったらとなんか唐揚げに見えるみたいなのを見て見たことあって確かに唐揚げに見えるみたいな写真ありました。 ウェブレストさん、今日もウェッピンさんありがとうございます。リョッピさん、やっほー。昨日ぶりでやんす。やっほー。ラパンさん、あさって歯医者や。歯医者。なんか歯医者ウィーンっていう音だけでめっちゃ痛くないですか。めっちゃ嫌いです私。レアさん、唐揚げ。唐揚げ。唐揚げ唐揚げに見えますよ。ミノルさんも。シュウヤさん、初見です。ありがとうございます。こんばんは。ミニさん、学校お疲れ様。あ今日学校私なかったんですよ。 <laughs> みきちゃんさんシルバーのトイプーちゃん飼ってる。ええー、そうなんですね。かわいいな。たかさんこんばんは。欅のユッカに似てる本当ですか。ありがとうございます。<laughs> 嬉しい。ハマさんはじめましてはじめまして。ケトさんカジって覚えてますか。カジカジさんいました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 。キモリンさんお題出すんで何か語ってください。お願いします。お手柔らかに。 るーちゃんさん初見です新潟から見てます新潟の方 <laughs> やほー福岡ですこっちは高林さんこんばんはこんばんはたくぷーさん初めましてですなんちゃって初めましてじゃないですねえーとこれのかい田さん祝日は9時から22時みたいであそうなんですねじゃあ午前中もするかもしれないです さんが「ワンバリキ犬だけに」あーワンバリキでも馬力って馬じゃないですか <laughs> なんな,なんだろうかねごさんこんばんは髪型可愛いありがとうございます巻いてハグアップにしてます三つ編みここみきちゃんさん最近の爆笑おもしろエピソードは爆笑爆笑いつしたかなうーんえー、なんだろうちょっと思いついたら言いますね後でラパンさん家のオウム ご飯食べてるよ、ああ、そうなんですね。可愛い,いオウムとか買えるんです、ね。うん、さん、セカンドライナー、なんだろう、それ。ですか。きまりんさん、福岡のおすすめなとこを語ってください。福岡。福岡、美味しいものがたくさん、もう何回も言ってるけど、美味しいものがたくさんですね。あと、なんだろう、うーん。うーん。なんか、うーん、なんだろう、人が親切だし。 あと都会,都会が都会が一部に集まってるからなんか天神と博多が栄えてるんですけど天神から博多が近いし博多から天神も近いですよもちろんだからなんか都会がギュッて集まってるからすぐお買い物がしやすいところですかねあかねさん「おお初見ですかわいすぎますありがとうございます」「白熊さんナイスツッコミナイスツッコミ」ナイスツッコミ「転がるコロコロさん HKT のこと知らなくても」そう「HKT さんあんまり分からないんですよねごめんなさい」 もりんさん最近の悲しいエピソード悲しいエピソードあなんか修学旅行中にあのなんだろうなんか2日目ぐらいの朝に気づいたら足のとこ見たら気づいたらあざがめっちゃできててなんか寝相悪すぎて <laughs> あのなんかぶつけちゃったのかなって思って足綺麗に保ちたいじゃないですかだからめっちゃ悲しかったですひなたさん少し遅れてしました くれま許しま許しませんよ遅刻は。デアさん福岡のいいところ美人が多い確かに美人多いですね天神とか歩いてたらもうあ,あの人可愛い,いあの人可愛い,いあの人可愛い,いみたいななりますよ。こんばんワッフルゼルさんこんばんワッフルワッフル食べたい。えっ、ー、とミキちゃんさんフォックス二連勝ですがどうですか。おすごい二連勝なんですねすごいすごい,い。レイレイさん。 片ラーメン食べてみたいです食べてみてくださいもうおすすめです <laughs> なんかうんいろんなお店あるんですけどねどこが美味しいんだろう全部美味しくて選びきれないんですよね日まるさん後ろのプロフィールからとうに変えたんだねそうですお餅も大好きですよもちろんでもからーうもういいなってルーちゃんさ福岡行ってみたいな新潟のイメージはやっぱりお米かなそうですねお米ですねうん美味しいお米好きです おにぎりが好きかななんかご飯で食べるのとおにぎりで食べるのまた違いますよねファリマさん仕事終わったので見に来ましたいらっしゃいませジャスパーさんそういう集中した街に住んでると遊びに行くとやたら知り合いに会うよね確かにもううん会いますね必ずって言っていいほど合います3人以上は合いますねえー、美しい方で st を導いていきたい田中美穂です尊くなキャッチフレーザーあいいですね ちょっとメモしたいなそれいいですねメモしなきゃメモメモ覚えとこうえ千葉のあつおちゃんはじめまして福岡よく行くよあ本当ですかぜひまた来てくださいしょうやさん今日の夕飯はとんかつですとんかつ楽しみバリバリ食べます麦塩さんいや可愛い,いな、えー、ありがとうございます ママさん昨日ヤフオクいってたから配信見れんあら悲しいですタカさんおすすめは水炊きラーメンごぼううどんなどですかそうですねごぼうごぼう天うどんごぼう天うどんのごぼうめっちゃ美味しいですよねなんか普段ごぼうそんな好きじゃないんですけど吉武さん料理できないんですよね食べる専門ですふふ <laughs> <laughs> ネ黒猫山田さん田中さんが選ぶ福岡出身の有名人といえばうん有名人といえばえー、誰だろう,うーんえー やっぱりアイドル関連しかお頭に出てこなかったんですけどそうだなやっぱり欅坂の森田ひかるさんと関由美子さんとかですかねあとあああと stu を卒業された先輩なんですけど一岡歩美さんとかですか カルアミルクさん、福岡でフルーツタルト屋さんに行ったことあるなあえ、そうなんですねいいな食べたい食べたいテルヒルさん、今日は完全にゆっかりのみポリだありがとうございますフナンさん、ハートよくありがとうございます明日も頑張りきさん、博多ラーメン、シン,シン好きシンシン美味しいですよね見てください、なんか青い文字でシンシンって書いてあるあかねさん、好きなアーティストとかいますか好きなアーティストはミセスグリーンアップルさんですねこの角度が好きなの、うん、上から撮っちゃってます、小顔 AKM スさん美人4位だ福岡行きたいなぜひ来てくださいえー、ラパンさん金服の明太子めちゃくちゃ美味しいへえー、そうなんですねなんかお母さんが服屋が好きで服屋ばっかり食べてますねふみひろさん正統派美人ですね本当ですか嬉しいです今日のリップ見せてちょうこんな感じですえっ、ー、とですね今日使ったのは夜の夜のこんな感じの リップグロウってて書いてますこんな感じのピンクピンクと安いんですけどチフレのチフレの <laughs> チフレのこんな感じの暗い色を合わせてます赤ピンクみたいな感じですねよく見るテレビ番組は何見てるっけ最近テレビなんか見てたっけ私最近あれ記憶がないでも朝の「ZIP!」は絶対見ます デアさん頑張りとんかつ馬力もうなんか意味わかんない <laughs> ユッケさん福岡行ってみたい待ってますショールームの順位もどんどん上がってるね和樹さん本当ですか嬉しいなルーさんルーちゃんさんとんかつには何かける私はソースあまり好きでなくて醤油かけるえー、しょえかけるんですね私塩がめっちゃ好きでとんかつも塩だしちょっとステーキも塩なんですよね全部ソースも時々つけますけどねキモリンさん角度はいくつが好きですか何の角度でしょうか このスマホのかなスマホ今80度ぐらいかな福岡はハンガー使うの福岡県おすごい福岡県 <laughs> そうですねうん福岡県からハンガー使わんかもしれんな光やがははでやさん <laughs> 光さん好きなんですねママさんごぼ天うどんはごぼ天を別皿頼みますあ確かにサクサクの方がいいですよね揚げ物 キャバリアーズさんこんばんは福岡の天使の再来と言われている候補者まさか可愛い,いですね本当ですかありがとうございますレイレーさんひかるちゃん大好きです可愛い,いですよね浜さん乃木坂のヨダさんが福岡ですあそうだそうだヨダユキさんヨダユキさんがうん可愛い,いうん背低くて可愛い子ばっかりですね学校楽しいですかユリンチーさん楽しいですはいヨダちゃん忘れたダメごめんなさい プロネコさん、アイマン来たええ、<laughs> でもやめちゃって悲しいです同じ福岡だったのにユッケさん、ルンちゃん好き好きです私も好きですフミラさん、橋本カンちゃんあ忘れてた橋本カンちゃんいますね学校楽しいです関さんは握手課で見たことありますか握手課行ったことないんですよとんかつ羨ましいイェーイてあさん、リオル野党リオル野党てかさん、明太子は山屋だったあー山屋も有名ですね 屋屋とと山屋は食べたことある気がします多分さんだみよも福岡出身ですね。確かに、かわい,い子多いですね。嬉しい。ミセス好きなの、同じ腕ぴあかねさん、ありがとうございます。あンサさん、STU はスパルタで有名だけど大丈夫ですかえ、全然大丈夫だと思います。もう優しい先輩方についていきたいと思います。りょうさん、初見です。ヤっホー、初見ですかあ、目が痛い。てるさん、いいさん、いいよ。ありがとうございます。 オーナーさん、朝の星占いは気になりますかあの占いとか信じないんですよねだから、うん、うん、ユニンチンさん、人間学校楽しかったですか修学旅行楽しかったですレディーさん、とんかつ大根おろし派です食べたことない食べてみますねヨシタクさん、とんかつ食べたくなってきた食べ行こう、食べ行きましょうえー、っとゼロさん、ファッション関係のお仕事してみたいしてみたいですね 洋服好きなので可愛いの大根さんこんばんはムマッキーさんこんばんは昨日来れてなかったので来れて嬉しい私も嬉しいです来てくれてポンジさんこんばんはもみじ揚げさん来れました遅刻許しませんよムムムさん山屋の明太チューブおすすめあ、食べたことあります山屋だその明太チューブも食べます明太チューブトロロトロロの明太チューブで明太子とトロロが混ざってるやつがもう本当に美味しいですねジャスパーさん最近一番怖かったことは何怖かったことないな なんだろうあでもなんかこの前重い荷物この前っていうか修学旅行の時荷物多いじゃないですかだから重たいのに階段登る時があってちょっと一瞬後ろにふんって落ちそうになってって思って危なって思いましたエーディーさん STU だったら暗闇が一番好きです私も好きです暗闇大好きもうずっと歌ってますお昼寝大好きさん船の色は大丈夫ですか大丈夫です かずんさんおみくじは引なんでか信じちゃうころすけさんこんばんはゆうりんちさんゆかにいてる本当ですか嬉しいですモリ,モリさんみほちゃんこんばんはこんばんはカズリンさんとろろとかそんなのあるのかあるんですよ美味しいですよ遅刻は許しませんレアさんとよちゃんさん部屋の掃除しながら見てたけどかわいすぎて手が止まった今さらながらフォローしましたありがとうございます ルートさん明太子料理で何が好き明太子ですねあの皮が苦手なんですけどまあでも火取ってたりしたら好きなんですけどそうだなやっぱり明太だし焼き卵ですねうん <laughs> 美味しいずっと食べれるさんバリかわいいバリ嬉しいまっマッチュさんこんばんはこんばんはシーターさん広島に行ったことはありますか、はあ広島にいとこが住んでるので結構行ったことあって小学五年生の時とかいとこに会いたすぎて あの一人で小学5年生の時に新幹線に乗っていきましたちょっと不安だったけどあっちに着いたらいとこのお母さんとかいとこが迎えに来てくれるのでめっちゃ楽しかったですねその時はカキフライ食べた気がするおいしいジェロさんこんばんは今日は初めまして今日は初めましてですね昨日ぶりですねタ太郎さん初見ですいらっしゃいませマッチさん今日可愛いやん嬉しいです今日髪型頑張ってましたカズリンさんいいことしか信じないタイプですねあ正解です アマチュさん今日もお疲れお疲れ様です。西村大輔さんこんばんは。北九州のあ、北九州福岡ですね。承太郎さん、めっちゃ応援してます。ありがとうございます。キングジェリーさんー韓国が読めないです。ごめんなさい。わからないです。誰か読んでください。た <laughs> かさん博多美人は日本三大美人。三大美人わ。やった。関西名チャレンジしてみてなんだろう。なんでやねん。<laughs> 明日も頑張る。ゆきさん。 会いたかった、会いたかった、会いたかった、Yes、君に。<laughs> おみじあぎさん、今日の髪型めっちゃ好きよ本当ですか。嬉しいです。高、えー、さん、いとこがいるなら広島一人暮らし大丈夫やね。そうですね。いとこがいるので、いとこと一緒に住むかもしれない。<laughs> 好きすぎて。えっ、ー、と、今日は巻き髪なんだね。可愛いてれ、ありがとうございます、コロスケさん。あらなんか前髪がおかしくなっちゃった。 以上。ユーリンチーさん何か部活入ってますか？写真部入ってます。えっとミマッキーさんやっぱり眉毛の分け目すごい。すごいですか？そこですか？これ嬉しいです。ゼロさんたくさんコメント読むために早口のテクニックが進化してるすごいね。本当ですよね。すごくないですか？なんか滑舌悪かったのに早口になりました。カズリンさんアイドルはもう福岡が最強。嬉しい。 私もなりますねじゃあ最強の一人の中にリョウさん田中美穂はお寿司かないお寿しかない,押すしかないジャスパーさん女優さんで一番好きな顔は誰ですか有村架純さんが好きですジョウタさん山口から応援してますありがとうございます瀬戸内なので山口行けたらいいな、えー、デアさん韓国語は田中ちゃんファイトって書いてますあすごいやっぱり名前も韓国語だから韓国語読めるんですねすごい田中ちゃんファイト頑張ります ファイティングかな韓国語マジッソよとか <laughs> ちょっとしかわかんないですね自己紹介ぐらいしかラパンさんこんにちは読んでくれてありがとう優しいありがとうございますこちらこそコロスケさんミホちゃんにギュありがとうございます星集めに来ましたはい星星 <laughs> コウさん初めましてこんにちはあれ初めましてかなこんにちはチビマレントさんヤッホーみほーヤッホーみほー前もヤッホーみほーできてくれましたね ずさんさおみほ最強ありがとうございますえっ、ー、とマッシュさん今の写真部で暗室でフィルムの現像とかするんかなしないですねあのもうデジタル一眼レフっていうんですか何ていうんだろう普通のあれですねそれを先生が結果パソコンで読み込んでくれるっていう感じですねなんか前髪 <laughs> カメラは何使ってるの？ミラーレスミラーレスも使います。オリンパスのカメラ使ってます。みのりさん写真部か一眼レフカメラ、一眼レフカメラで色々撮るのそうですね。人も背景背景じゃない景色も撮ります。なにさんこんばんは。こんばんは。キャバリアーズさん、ましす。よおいしいかわいいかわいいもわかりますよ。気を気をキヨッタとかかな？まきまきさん友達と同じ名前で気になったので来ました。あら嬉しいです。 ママさんどんどなカメラ使ってるのオリンパスペンも使ってるしオリンパスの普通の一眼レフなんかお父さんに借りて使ってますカズリンさん「明日で終わり」とかピエンピエンですうんレアさん「今日も前髪最強なり最強やった」「ずっ美穂さんのショールーム見れますありがとうございますレイレイさん」「先生コメントは読んでるで雄丸さん」「読んでます」「夜寝る前に読んでもう元気もらってますね」本当に皆さんありがたいです さんちゃんと美ほちゃんのショールーム見るのは初めてですあ本当ですかやった嬉しい亮太郎さんゆめりんと撮り鉄したらいいやんあそうですねそうですねゆめりんさんゆめりんさんとあの鉄道一緒に撮りたいですねタカさん福岡に4年間昔いたから話し方懐かしい本当ですかやったやったやっぱり懐かしいって感じかな宮田さん癒しありがとうございますマッシュさんオリンパスが好きなのそうですねお父さんがオリンパス好きなので その影響でオリンパスしか撮ったことないですじゃあスパーさんおすすめの映画かドラマある映画は昨日も言ったけどあの犬と私の銃の約束っていうめちゃくちゃ感動するやつですねでドラマはなんだろうドラマあ僕たちがやりましたとか見てめっちゃ好きでしたあとうんなんだろうあとなんかあるかうんそんぐらいですねカズリンさんレイカと同じくらいマシンガントークになってきた本当ですか嬉しいな ちゃんさ iPhone11 って写真部から見ても画質いいのそうですね私今 iPhone11 なんですけどもうえカメラいらないんじゃないってぐらいですねちくわドーナツさん今の写真部って女の子多いらしいねそうですね私の部活は女の子だけですね男の子いないんですよねキャバリアーズさん背も160あるしイムリンと並んでも入る感じだね本当ですかやったやった並んでみたいですねいつかうん ミホの方はどのような意味でつけられたのでしょうか。どのような意味聞いてないですね。でもなんかミホミホでなんか画数はいいみたいな聞いたことありますよ。うん親から。えっとしゅうやさん今日初見はめっちゃ後悔。明日もちゃんと見ます。ありがとうございます。あまちゃさん見てるだけでお腹いっぱいになる。本当ですか。お腹いっぱい。ジョウタロさんバリス水投よ。バリス水投よ私も。 ナーブさんええー、普段制服着て学校行ってると思えない本当ですか大人っぽいってことですか嬉しいなジンさんみぽぽこんにちは木登りですこんにちはマッシュさん写真で受賞歴ありますかあの何だろろ2年生の途中から入ったのでだからないですねまだうん美ーさんお服のセンスがよろしいですね本当ですか嬉しいえーっと レディさん、僕たちがやりましためっちゃ面白いですよね面白かっためっちゃ面白いハラハラドキドキな感じが好きですよいしょむっちゃんさんむっちゃんさん初見ですこんばんはこんばんは、えー、みきちゃんさん書道部で男女比1対27だったのおめでした。すっごい1対27はすごいですね写真部とかおしゃれ宮田さんありがとうございますスさんさん巻き紙大人っぽい嬉しいです ジェロさんきっとエムリーと並ぶことになるよ確信してるありがとうございます千葉のあつおちゃんさん福岡の気に入ってるところ1タクシーが安い2気の利く女性が多い3う美味しいものが多い確かに大正解ですねタカさん正統派の美人ですね本当ですか嬉しいなありがとうございますえー、っとそうたさんかなこんにちはこんにちは吉田さんとんかつより好きですありがとうございます ルートさんみほちゃん吸いとうよ私もルートさん吸いとうよゆなさんみほちゃんこんばんはこんばんはカズリンさん僕やりの作者の漫画面白いそうなんですね見たことないなテイカーさん初見ですこんにちはこんにちは主剣さんこんにちはルさん弓道部とか似合いそう弓道部 <laughs> 矢を飛ばすやつ <laughs> かっこいいえー、っとゴーさん私も福岡なので応援してますありがとうございます 嬉しい嬉しいタカさんどう,見えてもどう見ても大学生に見えるのは僕だけかな嬉しい大人覚えってことですかちくわドーナツさん映画「僕のワンダフルジャーニー」見に行きたいみ穂ちゃん見た見てないですね最近映画見てない2か月ぐらい見てないカオさんみ穂ちゃんはじめまして香港からあーすごいですね香港料理美味しそうなんですよねうらやましいな好きな漫画ある「進撃の巨人が好きです」 マッシュさんどんどんコメントが増えてくるから大変ですね嬉しいですでも皆さんが来てくれるのでミキちゃんさんジョーカー見た見ることなく終わっちゃいそうです見たかったのになファリマさん部活は帰宅部のエースでしたお疲れ様ですジェスパーさん男になったらやってみたいことは何男になったらうーんなんだろううーん男になったらやってみたいこと あーでもなんかワックスとかでヘアセットふわふわふわみたいなかっこいいのしてみたいですねラパンさんメンバーになって菅井ちゃんとツーショット撮れるといいねそうですねいろんな方と撮りたいですねまずは STF8 のお七の岩田ひなさんと撮ってみたいですね TTO さん投げキッスで釣って投げキッス名前はマミムメーマ,ルマルタですなんだろうマミムメーモンタうん <laughs> まずにさん、ん今日はゆっかー感がマックスです。本当ですか？嬉しいな。きまりさん歌ってください。歌配信あるそう。あのですね。実はなんか歌ってる歌う曲があの48グループ以外の曲ダメだったんですよ。それがそういうこと忘れてて、昨日歌っちゃってマジで本当にごめんなさい。本当にごめんなさい。本当にやばい。だから、48グループの曲名を書いてくださったらわかる曲が歌います。 でも私なんか歌える曲が少なすぎてごめんなさいカズリンさん「進撃もうすぐ終わりそう」そうなんですね2期で私やめちゃったんですよ見るの「進撃いいよね誰推しい」やっぱりあーでもリヴァイ兵長かっこいいですねリヴァイ兵長かっこいい藤見バレントさん考えてる顔よくか考えてる顔うん <laughs> マッシュさんダンサーも似合いそうホントですかうれしいなしてみたいマスクさんこんばんはこんばんはうん <laughs> 肌綺麗だけけど何かか気をつけてるることとかある浜さんそうですねあんまり脂っこいものを一気に食べるとかはしないかななんかしても次の日気をつけるとかあと洗顔は頑張ってますタカさんアイドル全体のイチオシはアイドル全体のイチオシ決められないなえー、決められないですよもう何だろううーんうーん えー、ファリマさん関西人なので会進撃の阪神がいいですなんですか阪神がいい阪神に勝ってほしいちょっとごめんなさい前髪触っちゃうよいしょ STU の公演は見たことありますか YouTube で見たことあります本物見たことないんですよねヘビ,レテヘビーローテーション <laughs> もうちょっと。 太郎さんユミリンとツーショット見たいな撮りたいですいつか本当にラパンさん美穂ちゃんならひな喜ぶよ本当ですか嬉しいなひなさん見てますかカスリンさん欅の曲歌いたいよねいやーでも何の曲でも歌いたいです <laughs> えマッシュさんアカペラなら48以外曲でもよかったよなあダメだったんですよ実はうんアカペラでもダメなんですよね ジャスパーさん怒ったら口,が口数が多くなるタイプ黙っちゃうタイプあんまり怒らないですけど黙っちゃうタイプですかね浜田さんやっぱ高校生も配信は48グループ以外はダメなんだねそんなんですよ <coughs> 浜田さん「フライングゲット」歌える声出るかな <coughs> フライングゲットあ出ない「フライングゲット僕は一足先に君の気持ち今すぐ手に入れようか」 出ない声が今カスカスちょっと飲み物飲みます。今日はヨーグルトです。えー、スサンさんフォーティエイトグループで一番好きな歌はあのあのプロフィールにはサステナブルって書かせていただいたんですけどサステナブルももちろん好きなんですけどやっぱりなんか暗闇がもう最近ずっと <laughs> ずっと暗闇ループして聞いてますね暗闇好きです。 えー、サトシさんサーガから見てますありがとうございます近いですね福岡とラパンさんメンバーになったらプラメ取るよもありがとうございます明日も頑張りきイさアカペラなら AKB フォーティエイト以外もオーケーなよなダメなんですよねコロスキさん暗闇夜よ僕を詩人にするな綺麗ごとでは終わりたくない <laughs> でない声がやばい枯れちゃった 今までのア,アニメでおすすめは「戦劇の巨人」東京グルメ好きですカホさんカラオケタイムちょっとですねコロスケさん川田ひなちゃんは知ってる知ってます日向坂さんですねひろみちさん配信ってあと2日しかないのかそうですね悲しい寂しい <coughs> ミントグリーンさん 配信をブルートゥースでカーナビに繋いで帰ってきた。おお、ありがとうございます。高さん坂道の一応しはゆっかですか。そうですね。坂道はそうなります。ジブバレンツさんやハオミを覚えてくれてる嬉しいです。私も嬉しいです。ミホーって呼んでいただいて、今日の前髪はうん60点ぐらいですね。会いたかった歌って会いたかった会いたかった会いたかったイエスですね。う <laughs> ん えー、みきちゃんさんめちゃくちゃ公式ライバルの曲歌ってたんだよねそうですごめんなさい相手勝ったかもしれないそれは乃木坂さんですねごめんなさい歌えないですひろみつさんリコーダーで恋のななんんですか何ちゃら吹いてる声いた星になっちゃって見えないですもう違うごめんなさい津田ひろふみさんこんばんはみほちゃんこんばんはパリマさんブ,リブルガリアヨーグルトですかいや多分違いますねこれなんだったっけ飲むやつ飲むヨーグルトなんだろう えミマッキーさん目と眉の間の距離のバランスすこです本当ですか嬉しいな。仙台の福岡めも喉良かったからなお大事に、ね、キャバリアーズさんありがとうございます。レイリーさん毎日暗闇聞いてます。私も聞いてます。ちゃんと今。ひろみつさん鼻歌たならオッケーじゃないのそうかもんだけどうん気をつけてます。ジュータルさんひなちゃんとうんなんだろう。ルートさん滑舌良くてアナウンサーみたいですこえー、嬉しいなかな。 あの滑舌悪い方なんですよね私津田博美さん巻き髪綺麗ですねありがとうございますジ太郎さん握手したことないです藤井ビバレントさん声の形おすすめあー声だったっけこれ合ってるかなちょっと見たことありますジャスパーさんあなたの風は喉から鼻から喉からう <laughs>、えーん浜田さん STU なら限定とか制服の重さを聞いてみてすごくいいあ聞いてますでも歌えるレベルじゃないので 今もう必死に毎日 S.T.、U、さんの曲聞いて、もうルンルンしながらうん聞いてますね。歌もう歌えるレベルにいかないんですよね。ひ <laughs> 日まるさん、休日は外に出る方？そうですね。結構前は出てましたね。今はなんかこういう配信とかがあるのであんまり出ないですね。田中さんこんばんは。五分だけ、五分だけ。こんばんは。ロックさん可愛い,いありがとうございます。 千葉のあつおちゃんさんみほちゃん握手会楽しみにしてます頑張ってねありがとうございますゼロさん60点60点ですディーンバルさん菅由香さんですが頑張まりき頑張まりき頑張まりきじゃない私の頑張まりきみたいなのを作りたいですな何がいいかなヨーグルトにはソースつけますかつけないですねもみしあげさん今日も激辛食べますか食べないんです今日はジョータロさん今年の小倉で全悪一体あそうなんですね AKMS さん、今日は辛いもの何か食べた？辛いものですね、食べてないですね、今日は。え、寿さんさん、モバ投票ボードに書いて投票告知お願いしたらよくじゃない？そうですね、投票お願いします。二十二番ボードに書きたいけどこれ、これの二つしかないですよね。投票お願いします。浜さん、友達が大好きな人の短い首で出てたよ。え、すごい。なんでですか？すごい、すごいいいな。 えー、フジピバレントさん、リフレッシュしたいときは何してますかなんだろう、うん、曲聞いたり、あとおいしいものを食べたりですね。よいしょ。えっ、ー、と、あ、なんか。STU なら、タカさん、STU なら、ペダルが大好き、元気が出る。あ、ペダル。ペダルってあれですよね、あの、あんな,なんかもう記憶力がやばい。記憶力が。ペダルペダル。 ペダルとなんじゃらとかんじゃらとみたいなもうさっきまで聞いてたのに全部忘れちゃうエア握手してエア握手レアさん毎秒投票しています <laughs> ありがとうございます毎秒ジャスパーさん一日入れ替わるならどのメンバーになりたいですかそうだなぁ入れ替わるならやっぱり岩田ひなさんかなそれか岡田奈々さんと入れ替わってなんか忙しい日々を過ごしてみるのもありだなって思いますね 2000人ありがとうございますチョコミント好きですか大好きですイルさん撮ケさん仕事頑張ってくださいえっ、ー、とハマチャさん大好きな人はファン参加型の撮影だったからねそうなんですねえペダルとン輪のてみ道と,とそうですそれですそれですね歌詞見たら思い出せる気がするんですよねちょっと見たいな 一体誰のために。これがちょっとごめんなさい <coughs>。ラパンさん、ひなちゃんみたいなアイドルになってね、頑張ります。えっ、ー、と、明日も頑張りきさん、ホワイトボードジーダに買って。買ってきてもらって。<laughs> 買ってきてもらいたいな、たかさん、辛いものなら、赤から鍋を。二週間に一回のバレーで食べてる、ええー、赤から鍋食べたことないんですよ。きぼりんさん、なんでそんなに可愛いですか、嬉しいです。み、みろあそこさん、みおちゃんが。 ST に入ったらセンター目指していや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 恐れ多いです頑張ります入れることを目標に頑張ります選抜とかにスサンさんひなピオは釣り師だよそうですよねめちゃくちゃ可愛いい釣,釣られちゃいますディアさん ST 入ったらタオマシしますえう、ー、嬉しいありがとうございます今日20時30分から22時までバイト入れた自も一生たいですああ来れないですね2回目つらいサムマロンさんみゆみゆと入れ替わってひなピオとイチャイチャだよね ですね、したいないちゃいちゃみのるさん投票してきましたありがとうございますキャバリアーさんそうそれそうですよねうん <laughs> ごめんなさい忘れちゃう徳島のひーくんさんこんばんは初見ですありがとうございます岩田ひなちゃん推しです、うん、あれ初見だったっけ初見仁さんみぽぽ好きなそう私も好きなそうなっちさん好きすぎて尊いですありがとうございますレアさんみなさん投票忘れちゃダメですよダメですよお願いします レレイレイさん、STU に入ったら絶対握手,握手会行きますありがとうございますもみじあげさんおみ,ほおみほもつってもみじあげさん好きですよ藤村ィマレントさん受かったら髪押ししますありがとうございます嬉しい嬉しい木堀さん初見です好きです初見じゃないですよねよいしょ何か話そうとしててなんだっけなんだったっけ,だっ,たっ,けってなってます今なんだっ,たっけ 何か話そうとしてたんだけど、なんだたっけ、ああ、なんだったっけ。あーだったっけ今日の分は投票したよルートの神さんありがとうございます。ラパンさんミホピをユニット見ない見たいた見たいなそう見たいですねいいですねルートさん食券です食券食券会。徳島のヒんさんぜひヒナちゃんとイチャイチャしてくださいしたいです頑張ります。浜田さん埼玉まで来てほしいないや福岡までいや瀬戸内まで来てください。 明日も頑張りキーさん。俺はもう髪押し屋で。ありがとうございます。タカさんできれば釣ってほしいな。タカさん見てますか好きですよ。キバリンさん証券です。証券じゃないよ。<laughs> なんでやねん。あ。うん何何だったっけなんかお話す予定で忘れちゃった。何だったっけリウさん釣ってください。リウさん好きです。 パリマさん神戸にも来てください行きたいですね神戸君さんこんにこんにちはこんにちはあくしゃべれそう止めます <laughs> よいしょえっ、ー、と徳島のひーかんさん合格したら握手会行きますねありがとうございます来てくださいああと2部は髪型変えようかなってちょっと思ってるんですけどやっぱり もうここからはもうポニーテールしかないんですかね変えるとしたらどうだろううん鶴駒さん行くし見たかったあ見れないのかよいしょちょっとテロップ変えようかな ルーちゃんさん、さ新潟にも来てほしいなよし瀬戸内に来てくださいるちゃんあ間違え浜ちゃんさん浜さん <laughs> イヤモニ早く作りたいねああそうイヤモニってなんだろうイヤモニキボリンさん一日だけ投票忘れてました許してください許しませんあかねさん三つ編みとかも似合いそうああそうですか三つ編みしようかな今ちょっとできるような気もしなくもない巻き込んじゃう コメント全読みすごいね、ルートさん、ありがとうございます。こちらこそ、コメントしていただいて嬉しい限りだ。ゼロさん、よう、テロップ職人。メロンジュース。メロンジェス。あの、ね、歌詞がわかんない。メロンジェス。みたいな。高速三つ編とかできますか。やってみようかな。昨日はポニーテールだったから、次は何にする。何にする。 火直し全開の格好で会いに行きますお,お願いしますちょっと2個できないやこっちこっちだけ見えますかね <laughs> 巻いてるから巻きがえー、髪型ショートにしたことある小学生の時にしたことあります 三つ編みめっちゃ似合ってます本当ですか嬉しいです割と定速三つ編みだったねあ <laughs> バレちゃったラパンさんメンバーになっても俺のこと覚えてくれると嬉しいなそうですね覚えておきますえー、三つ編みだと幼くなるよねそうですね確かに徳島のひいくんさん投票してきますありがとうございますレイレイさんショートヘアー似合いそうえー、全然似合わないんですよルさん何でも似合いそうフリフリありがとうございますフリフリ <laughs> ひみさんさエエブブデデイイ希望エブリデイカちょっとここにパソコンがあるので歌詞がしば調べれるのでちょっと思い出せないやつ調べてみようかな2回目の配信は髪型変えるのか変えるかもしれないですどこでライブしてみたい いやーやっぱりなんかお父さんたちも見,る見に来れるようななんか福岡の近くでしてみたいですね喜怒哀楽を表情で表現してくださいうん「ど。あ愛」「楽」わ <laughs> かんない <laughs> え名前呼んでくれるとこキュンとしますまきさん 藤井ファントさんメガネ似合いそうだメガネ微妙ですね誰もいないときはメガネですカズミさんヤフオクドームヤフオクドームしてみたいですテヤさん福岡はありそうですねそうですよねえド、ー、ガ完全にゆっかえ可、ー、嬉しいな奥顔良かった本当ですか十七八歳十七歳ですセブンティーンですね戦場ライブそうですコンフィーさん学校終わったから来たお疲れ様です。 森森さん喜怒哀楽めっちゃ可愛いですありがとうございますみのるさん全部可愛いへー嬉へしいですゼロさん「木と楽」が同じ確かに「木と楽」どうやって変えますか分からないよ何だろうあエブリデイカチューシャー調べなきゃ太陽が昨日よりまぶしく照りつけ始めたら真っ白の T シャツに今すぐ着替えて君を誘いたい合ってるかなこれ「中 <laughs> 車外しながら長い髪をほどくように」でない <laughs> えっと「センチメンタルトレイン」待って。 でわかるかな私あくしゃみ出そうです <laughs> えびちゃんさん忘れないうちに投票してくるねありがとうございます歌唱力強いね本当ですか嬉しいりょうさん歌うますぎる本当ですかありがとうございますめっちゃいい声でやさんありがとうございますあきさんいいですねありがとうございますジェロさんえびかつ懐かしいな個別でさやねんにたくさんいったわ、えー、いいなかみんさん初見です美人さんですね美人さんですねありがとうございます 合唱感がある歌声ねあー本当ですか合唱の曲歌の好きでしたなっちさんフランケットフランケット僕は一足先に君の気持ち今すぐ手に入れようかちょっと声が出ない待 <laughs> <laughs> ってセンチメンタルトレインってなんだろうあーごめんなさい歌えないのが多いですマジでうん自信ないごめんなさいみ,、えー、みまっきさん歌うもうまい最高ありがとうございます えー、くしゃみ待機しないでくださいファリマさんキヨ兄さんこんばんはこんばんはジャスパさん歌上手だねカラオケの箱は何ですかえーなんだろうカラオケの箱カラオケあんまり行かないんですよね人前で歌うのちょっと恥ずかしくてえーなんだろうでもあのユイさんのうんチェリーとか歌いますね今歌えないんですけどねカズリンさんこれは完全に合格だ本当ですか嬉しい フライングゲット懐かしいですダさん難しいですねもうなんかあの頃のキラキラした映像が思い浮かびますね「フライングゲット」あ間違えた「<laughs> カチューシャ」もっかい「カチューシャ」外しながら「君がふいに振り返って」「風の中で微笑むだけでなぜか何も言えなくなるよ」 あ,あ出ない声「わらたピーポー」「わらたピーポー」私あそこしか分かんない「わらた」わた「わらた」「わらた」「わらたピーポー」みたいな <laughs> 分かんないですあんまり <laughs> あ,あ希望的リフレインまだ歌えるまでになってないですごめんなさいちょこちょこ聞いてはいるんですけどコバンさん初見です美人さんしかも歌声すごいいいです応援しますありがとうございますラパンさん27年日マジで緊張するよ本当に緊張しますもうあと1週間 もないんですよね。本当にゆいさんいいですよね。いいですよね。ナーブさんさ、最近の曲は c で山ほど買ってる割に全然聞いたことないから問題ないです。あら何なんですね。はるまさん君好きが好きです。うん、君好きが好きです。君好き君好きなんだろう。 あー君好きえー、待ってわかるかなーあわからないかもしれないごめんなさい声かわいいほんとですか嬉しいです歌うまいと思うよ自信持ってありがとうございますいい声だねほんとですか嬉しいですちょっと待ってテかさん写真よりこの画面の女の子が10倍ぐらいかわいいあほんとですか嬉しいです <laughs>、はああやばい本当に知らない曲が多すぎてやばいです ダブルペース分かんないでもでもの涙もわかんない365日の紙飛行機えーっとなんかそれなんか歌詞が出てこない頭になんでだろう「人生人生は紙飛行機願いのせて飛んで行くよ」 風の中を力の限りたっただ,だ,だあれ合ってるか進むだけ合ってるかなえーもみじあげさんドライアイは大丈夫ですか今日は大丈夫な気がします昨日みたいにワンフレース祭りでいいんじゃない十分楽しい本当ですかありがとうございますハロウィンナイトあ歌えない待って歌えない君のことが好きだからめっちゃ出てきますね君のことが好きだから私歌えないですね どううしよう歌えなきゃ覚えたい覚えたいなんかさ聴いてる時に「フンんみたいなのができるのに歌えないんですよねつらい橋まんとさん星野源さんバリいいですよ星野源さん私ライブ行ったことあります一回めちゃくちゃ楽しかったですもうめっちゃ歌うまいですよね明日も頑張りきんさん君のことが好きやけん好きやけんひろみちさんホイテイトグループは歌唱力ナンバーワンコンテストってイベントあるから出てほしいえ ええそんなの出れるかなぁたいですねあの矢作萌香さんの歌声はその動画を youtube で見たことありますめっちゃ上手かったです元吉さん初見です初日が好きあ本当ですかえっ、ー、となめこさんこんばんはみちゃんえいえいええい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 のさあ待ってわからないごめんなさい大変さまたねまたね みつさんん知らななないい曲曲が多い本当なんですよ曲なんか小さい頃とか曲全然聴いてなくてなんかめっちゃドリルとかやってたんですよねなんか知らないけど,どうーちゃんさんこれは合格するねみほちゃんの生写真早く欲しい本当ですか嬉しいですレアさん歌き曲聴いてても実際歌うとなると難しいってなること多いです本当ですよねそうなんですよね全然歌えない藤村にってそこへ生きられたのありがとうございます なるさんさマジスカロックンロールは知ってるマジスカ学園見てたのにそれわからないって何事ですか私ええー、うわ何だったっけわわ待ってえめっちゃ昔すぎて忘れちゃったササンさんさやねえみたいえ嬉しい合ってましたパチパチパチありがとうございます恋するフォーチュンクッキー恋するフォーチュンクッキー 未来はそんな悪くないようん、うん、えびちゃんさ好きなんだ好きなんだ何なんだっけああ待って <laughs> もう調べちゃう私パソコン打つの早いんですよ得意なんですよあー何だったっけあー何だったっけ <laughs> 待ってみたいなんですごめんなさい 歌詞を用意して歌おうとする姿勢が押せる本当ですか嬉しいです低い音は少し不安定かなそうですねでも高い音も苦手なんですよ羨ましすぎる歌えない曲もスルーしないで謝るの真面目で行く本当歌えないの申し訳ないです本当に申し訳ないですようさんパリスイトよヨレイレイさん私もスイートウヨロさんマリコ待って星で隠れてて見えないですねパリマさん豚骨ラーメン食べに行ってきます行ってらっしゃい AKB の動画 YouTube で見るのお宝ある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 コナタンさんこんばんは木原つさん「ティーチャーティーチャーわかる」あごめんなさいわからないです聞いたことはあるんだけどうんんだったっけあっ待ってもうんロさん「サステナブル」もう歌った昨日歌いましたけど大丈夫ですよあれっきりーこれっきりーそんなの悲しすぎるじゃない でいいかな。十 <laughs> 年桜。ああ待って、十年桜って何だったっけ。ああもう本当に申し訳ないです。チャンさん遅くなった。いらっしゃい。レアさん、私欅坂の曲全部聞きましたが、歌える曲が二曲しかないです。<laughs> 面白い、最高ですね。フォローありがたいです、本当に。えっ、ー、と、ブラインドタッチ。あれ、フライングゲットみたいななんか面白い。ブラインドタッチ。うん。 好きな曲でも歌詞がパッと出てこないのあるよねあるあるるんちゃんもタイピング早いよねあ,あそうなんですねえっとボイトレしたらもっと上手くなりそう本当ですか嬉しいな俺もパソコンでショールーム見てコメント売ってるあ,あそうなんですね高い声出るとか羨ましいええホンですか今日のリップの色好き嬉しいもう紹介しちゃうディオールのこのこれ <laughs> これこのピンクと シフレのこの暗い色を合わせてますなんか色落ちない今日すごい合格したら歌だけじゃなくて踊りも覚えないとねそうなんですよねしかも歌いながら踊るってめっちゃまずいですよねあ消えちゃったえっ、ー、とはじめましてこんばんはケイさんこんばんはポニーテッドシュシュポニーテッドシュシュってめっちゃ略してませんか ぼにいてるあ<っ>」「揺らしながら風の中」「君が走る僕が走る砂の上」「出ない声やばいやばいやばい」「<laughs> えーっと頑張って歌おうとするとこが押せる」「本当ですかありがとうございます」「ジェロさん歌のフレーズドアスで出てこないことってあるある <laughs>」そうですね デアさん一生懸命なところがまたゆっかーっぽい本当ですか嬉しい嬉しすぎる欅の曲すぐ歌えるんじゃない欅の曲歌っちゃダメなんですよビンゴビンゴ言い訳メイビーあっって言い訳メイビーも曲名しか分からないですごめんなさい本当にごめんなさいサス,テサステナブルスチスチなんか矢作萌香さんもスチってめっちゃ使いますよね宮地さん仕事終わってきたよいらっしゃいルーシーさんお初お初です大学生っぽいん、ね、で当ですか嬉しい ジャスパーさん今回のオーディション以外で人生で一番緊張したのはいつえ高校受験かなやっぱりレアさん光はタイピング系って1級ですねえすごい1級すごい皆さんに聞いてますがダンスは自信ありますか私あまりないんですよねダンス自信ブ、うん、ラインドタッチパソコンキーボード両方早く打つことああ、なるほどじゃあ私それ得意です美 <laughs> 堀の女子力動画きたさっきのリップですね はじ <laughs> めましてこんばんは、えー、パチジャンさんこんばんはアイドルの曲カラオケで歌ったら次の日声出なくなっちゃう高いですよね歌うまいやないかみやつさん嬉しいですえりょうさんあるあるみきちゃんさんポニーテールとシュシュ上としてどっち歌うか迷うねそうですよね間違えちゃっためんさごめんなさいごめんなさい中止しちゃった一体 うまいありがとうございますかわいいありがとうございます高い声ミホリン練習すればさらによくなる本当ですか嬉しいな逆に立っちゃダメなんですよ自転車で物にぶつかるどうしたどうした宮津さんゆっかうまいじゃなくてミホリやった間違えないでくださいおみじあげさんご飯行ってくるので一時停止してください <laughs> えー、私もご飯食べたいあと30分ですよ皆さん私今ミホリんの真似してスチって,って叫んだら <laughs> 家を生み出されました <laughs> 面白すぎます。<laughs> ちゃんと家に帰れるように頑張ってください。パチちゃんさんルームフォローしますね。ありがとうございます。亮介さんこんばんは。いい発声してるボイトレしたら歌唱力伸びそう。本当ですか。嬉しいな。あボイトレとか緊張しそう。やってみたいけど。やつはわざとです。のりです。乗りかえ。うん。どう 何かを話そうとして携帯にメモしたんですけど携帯が見れないからメモがわからないツッコミ待ってました宮地さん <laughs> ああとちょっとちょっとかなあとちょっとで3,000人ですね皆さんでもご飯の時間ですねみんなご飯何食べますか <laughs> あテラさんかわいいなそれいや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 ゴミーさん天然天然じゃないですよ タカさん声までゆっかり聞こえてきたあ当ですか嬉しいなえびちゃんさんおでんうらやましいおでん食べたいでも昨日食べちゃったけどこうさん可愛くて歌うまいってアイドルとして完璧ああいやいやいや褒めすぎですよありがとうございます太陽が丁寧丁寧やっても許せてしま,す許せてしまうありがとうございますレアさん私は牛タン牛タンいいな送ってくださいこっちにりょうさんおら腹減ったぞ私も腹減ったぞ ラさんご飯は納豆を食べます納豆美味しいですよねしかも納豆体にいいしめっちゃいいなこれで小山田さん麻婆豆腐あーいいな辛いもの大好きだからうましいですや地さん夜ご飯すき焼きの予定うわーお肉食べたいすき焼き私すき焼きあれです卵黄身だけつけるのが好きです <laughs> もったいないけど白身も別で食べますけどね <laughs> 食べれますけどね明日も頑張りけさんうどんうどんいいな何うどんですか なんさみほちゃんの配信でもうお腹いっぱいですいやいやご飯食べてくださいねジェさん昼はうどんでビビン麺にしたあー美味しそう待って美味しそうですね辛そう宮つさん夜ご飯好すき,きすき焼きあすき焼き宮地さんだフ <laughs> ジビバレとさきょは沖縄そばやんうわーおしゃれいいなタカさんかつ丼自分で作って今食べたとこあーいいなかつ丼私も今日夜あれとんかつです楽しみだな いきなりステーキ行きたいいきなりステーキ行ったことない安くて美味しいらしいですね宮津さんみほちゃん方眼が投げでお肉飛ばそうかお願いしますお肉待ってますさっきは見張って嘘つきました本当は夜ご飯カップ麺ですカップ麺ばっかじゃなくてちゃんとしたご飯食べてくださいね AK ミスさんこれからご飯作ります何作るんですかすごいですね作れるの羨ましいな ーちゃんさんさ朝も昼も食べず部屋の掃除しててからちょっとおなか減ったちょっとどころじゃないですよそれ危な,危ない危ない危ないテるさん卵はきれいに割れる割れますよとんかついいなやったとんかつですよ食べたいな早くこうさん美穂ちゃんの愛しみながら天ぷらうどんを食べてた天ぷらうどんいいな三3000人やった嬉しいお番ですきょうさんお番ですえー、っと 宮津さん兵庫県から福岡県まで遠いやないか遠いですね遠いですつらいつらいどうしようかな二部の髪型どうしようかな三つ編みですかねやっぱり綺麗な方ですねありがとうございます熊本明太子さんジロさんとんかつりは何をかけるの私塩が好きですグッサンさん,さん美人やな嬉しいです 皆さんわーっと30分やー早いほんとですよね早いです流通の女さんお腹空すきましたが仕事終わらないうーん頑張ってください仕事ジム・バレントさん卵割るのなんていうんですかね星が星っちゃそうになってる方丸投げ結構な肩入るぞお <laughs> 塩って何でも合うよねっちさんそうですよね塩なんか細かいのも好きだし洗いのも好きです岩塩みたいな ゆりさんはじめまして MT55 リトルシーバーズさん広島から配信見てるんだけど福岡近いねそうですよね近いですよね新幹線だと1時間ちょっとかな1時間ちょっとで着きますよね河さん目の前きには何かけるもちろん塩です私塩大好きなのでとんかつに塩とはーですね大野さんでしょう塩です2部三つ編めめちゃ似合っていてあるので良いと思いますじゃあ三つ編めにしようかな2部 えっとパチジャンさん博多美人さんです博多美人ですね本当ですか嬉しいですあきさんさん天ぷらにも塩ですか天ぷら全部塩で食べます私えー、最近ゆず塩使ってるあー美味しいですよね抹茶塩とかも好きです私たアーベルさんとんかつに塩を激しく同意美味しいですよねヘビーローテーションプリーズえっとサビがいいですよねさっきヘビーローテーションで終わっちゃったから パソコンついてえー、とっご飯はん派パン派ご飯はん派かなえでもどっちも好きヘビーローテーション歌詞間違えちゃうなんか申し訳ないから「I want you I want you I need you I need you I love you I love you スハイテンションかな。<laughs> 抹茶ジオとかだったらさらに美味しそうそうですよね美味しそう食べたい抹茶も好きなので。抹茶塩割りますよ抹茶塩美味しいですよ。タイピング姿スコです嬉しいです。パチ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 ありがとうございます歌声綺麗すぎて耳が幸せですありがとうございます日曜日は頑張ってね頑張ります。 ユッカをヘビーローテーション、なんだなんだ。<laughs> えっと、は、葉月さん、こんばんは。こんばんは。あ、なんか前髪がやばいよ。パチさんさん、ん a k b ビーフォーティエイトの初期は篠田まりこおしでしたよ。ああ、ショートカットの方が好きなんですね。藤井マネーさん、ミホ見れて、マックスハイテンションやわあい。ヘビーローテーション、うまい。本当ですか。 嬉しいな。浜さん、ソロ曲出せるよきっと。うん、出せたらいいですね。パソコンは片手打ちしかできないからすごい。えー、嬉しい嬉しい。クエ、えー。日は歌うの？日？床皮顔をヘビーローテーション。うん、マックス時三百十五個のそれだけ聞きたい。あ待って、私その曲わからないです。調べてみますね。でも見たらわかるかもしれない。 そんな思いを込めて NGT さんなんですねああ、わからないですね <laughs> 俺の初めての推しは前田敦子あっちゃんとは二回握手したよ <laughs> すごいあの前田敦子さんと二回もすごいかタちゃんさん日曜日は歌うのそうですね多分その予定です NGT の人気曲だよごめんなさいもう全然見てないですごめんなさい申し訳ない調べときますね覚えとかなきゃえっ、ー、と合格したら握手に行きますねありがとうございます天使の尻尾もたって,てほしい天使の尻尾わからないかもしれないですごめんなさい本当にごめんなさいチーム B この自然 あ待ってんなんかこの歌詞わか,かるようなわからないようなあー <laughs> ごめんなさい本当に申し訳ないですもう全然曲を覚えてなくて本当に申し訳ないです「パレオはエメラルド歌える歌えないです」いやーもうなんか申し訳ないです全然歌えないですごめんなさい AKB でおしめいる AKB 本家さんっていうことですかんー そうだな、えー、やっぱ白まみるさん NMB も入ってるけど白まみるさん好きだなあ葉きさんもし合格して握手会とかあったら会いに行きたいですぜひ来てください <laughs> ちゃんと謝って偉いですねいやいや申し訳ないのでいや本当にごめんなさいもう桜の花びらたちもわからないし AKB さんの「ハロウィンナイトのサビ」聞きたい「ハロウィンナイト私わかるようなわからないような」っていう感じですねちょっと歌えないかもしれないです みないあーごめんなさいわからないですごめんなさい <laughs> 今日めっちゃ星しますやん星星って何だろうこれから習っていこうそうですねこれから覚えていきたいと思います曲マジでも本当になんか他のアーティストさんの曲も全然覚えてないんですよねだからもうなんか曲の暗記とか 世界史の暗記も全然できないんですよね。なんか人の名前はめっちゃ覚えれるんですけどね。桜の木になろう。桜の木になろう。えーわからない。ごめんなさい。本当に。最初わからないのはしょうがない。いやいや,いや。かって踊ってるとこ見てみたいね。見たいね。 そうですね、分かりたいですねモリさんこれから覚えればいいので大丈夫ありがとうございますえっ、ー、と今は HKT48 の内上舞ちゃん推しですあー聞いたことありますクラスさん初見ですみちさんですねありがとうございます葉月さん失礼のことあまり知らないので勉強します私もまだ勉強中です申し訳ないです大丈夫大丈夫先輩もホテイトの曲知らない人多いからそうなんですかでも頑張ります 覚え,覚えますみょうりんかわいすぎて NMB48 だけにオーマイガーこれから勉強頑張りますパンさん答えてくれてありがとういえいえ未来なんかわいいよね本当にかわいいですプロデュース48の時も見てましたちょっとだけこれから48のいい曲に出会えるなんてある意味羨ましいなそうですね楽しみですパさん頭良さそう頭よくないですよジンさんみぽぽ大丈夫だよありがとうございます グループ桜さんが多いよね確かに多いですねなんかちょっと感動っていうかいい曲か宮地さん俺のアカウント認知ありがとう数春ありがとう数さん今日も投票しましたありがとうございますタスパーさん得意な教科は英語で苦手な教科は世界史ですね、うん、暗記系が苦手ですね文系なのにゆうほさんこれから勉強頑張ります頑張りましょう一緒に失礼デビュー曲の暗闇って歌える歌えますよ 太陽は水平線の彼方を目指してある追いがきただ落下する夕暮れに何かをやり残してるような悔いはないのか僕はまた帰りたくないサビの方がいいかな夜よ僕を詩人にするな綺麗事では終わりたくないあー声が。 俺のジョークにもついてくれるとはみほちゃんやるねえでしょよいしょえー、みほさんがみほちゃんがいい,かい,い人なのでファンの方もいい人が多くて嬉しいです <laughs> もう褒めてくださってありがとうございますファンの方もいい人ですね本当にアイズ図ンは好きですかアイズ図ンはあんまり見てないですねでも宮脇さくらちゃん宮脇さくらさん <laughs> 見てます見てましたかわいいです小木原篤さん合格したら会ってみたい VTuTu グループの先輩いる そうですねやっぱ白まみるさんとうん白間みるさんうん白まみるさんかな <laughs> 坂道好きですか好きですよ暗闇いいね本当ですか嬉しい宏道さん音楽の先生みたいや本当ですか嬉しいな五条さんいい声嬉しい戸町さんこんばんはこんばんはこうさん ST は藤原さん推しいだけど藤原さんのイメージはどんな感じああののなんんかお姉さんって感じしますあの 勝手な偏見かもしれないけどなんかお姉さんって感じでなんか喋ってお,なんかお世話してもらいたいじゃないけどなんかうん仲良くしなりたいです上手ルートさんありがとうございます友紀さんうまいに、ね、ありがとうございますテルヒラさん坂道赤アカペラでも歌っちゃダメなのそうなんですよね赤ペラでも48グループさんの曲しか歌えないんですよねごめんなさい俺のジョークについてくれるとは美ちゃん最高かよ HKT48 だけにえ <laughs> です。ミポポの暗闇みたいです。いやーたいやりたいですね。HKT の押しは、HKT 田中美久さんが好きですね。あのでもあまり曲とかは HKT さんの聞いてないんですけど、お顔が好きです。<laughs> 日向坂は好き好きですよ。合格したらミルルに激推しするね。ああありがとうございます。好き好き好き。りょうさんありがとうございます。友知人さん頑張って頑張ります。ひなべさん楽器とかは演奏できますか？あの U フォニウム弾きます。 あとリコーダーも弾けますよえーとジェロさんそういえば優しくて盛り上げるコメントする人が多いですねここ本当ですよねありがたいですめちゃくちゃやりやすいです配信ジェロさん菅井先生にボイストレーニングしてもらおうあの動画見たことあります菅井先生がボイストレーニングしてるのめちゃくちゃ厳しくないですかもうあら私だったら泣きながら受けちゃうって思うので皆さんすごいなって思ってでもいつか受けてみたいですね絶対向上していくと思うので ここじじさかわいすぎてつらいですうれしい辛くならないでキュ,キューピーマヨネーズ白鳥さん今度舞台で博多行きますおあれですから、ね、仁義なき戦いですか博多でこれ食べとけってありますか何だろううーんあーでも鉄鍋餃子もおすすめです鉄鍋餃子っていうこのこんぐらいの鉄鍋に餃子がわーって入っててあでも何個かによるんですけど それも何個でも食べれますあの博多一口餃子がこのぐらいの一口で食べれる餃子が有名なんですけどそれなんですよね皮がカリカリでめっちゃ美味しいですみよちゃん HKT48 最,最高かよ最高かよウチブバレンズはみほみほのボイトレ講座しよういやいやいやそんなことできないですよえーと「ななよより年下なんて嘘だろうがあ本当ですひたさ坂は誰推しですか金村みくさんが好きですね」 ちょいちょい打ち間違い参戦大丈夫ですよコウさんみほちゃんまたね仕事頑張ってくださいリコーダーユーフォニウムユーフォニウムですテラさん僕も去年までユーフォやっててよわあー嬉しいユーフォニウムあんまりやってる人見かけないって思ってたんですけど嬉しいですえっ、ー、と菅井先生は美人には優しいから大丈夫 <laughs> そうなんですか美人ですか嬉しいなとぅちゃんさんユーフォできるの私トロンボンやってたよああ嬉しいまっぴー一緒ですよねトロンボンとユーフォン。 だからトロンボーンの人も UFO うまいし UFO の人もトロンボー、まあ、腕を頑張ればねできますよねミルルは NMB の初期の劇場公演で15日に1回入ってた時に見てた羨うやましいなマッションさん考えようによっては菅先生のボイトレは憧れの対象確かにあれをやればもうもうさすがにそうですよす一口餃子に、ね、ありがとういえいえ 食べてくださいね宇都宮市民なので餃子大好き私も大好きです餃子本当にお顔が好きです私も好きです葉月さん名古屋さん早送りカレンダーいいよね早送りカレンダー何ですか分かりませんみやちさんみもちゃん配信してみたらに焼けが止まらんどうしようどうしようひたまるさんニックネームはみぽぽでオケー。みぽぽでオケーですか <laughs> 西さんこんばんは 浜さん俺はトランペットずっっとやっててあトトトトラランンペペッッいいなートランペット最初気になっててあの体験吹奏楽部の体験に行った時にん吹奏楽部の体験に行った時にやってみたんですけど、ま、なんか私唇大きいのか分かんないけどマッピーが小さすぎても息が入れることすらできなくてブー,ブーみたいな音しか出てなくてちょっと涼さんスクショタイムスクショタイムさっきあったかなえーと え好きって言われたら嬉しい。録画した曲方もう一回言いましょうか。言いますよ。言いますよ。あずきさん好きでーす。<laughs> マッシュさんなんか STU メンバーだけでブラスバンドできそう。確かにそうですね。み妙ちゃん希望的リフレイン。希望的リフレイン歌えない。うん曲名と曲はわかるのにちょっと。モウさんこんばんは。モウさん初めまして初見デフ。初見さんいらっしゃい。 みわちゃん覚えてく本当ですかありがとうございますはずきさんいやいやいやい,やいつでもどうぞえーであさん私の友達の彼女の友達の彼女の姉が吹奏楽部ですおお吹奏楽部わあ。まんさんみわちゃん HKT 兼任絶対パっ,っていける兼任とかいや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 全然ですよ絶対ないですよそれはよいしょもうあと15分ぐらい15分もないですね 13分ですよ皆さん楽器何もできないえ意外と簡単ですよやってみたら吉武さんハート100個ありがとうございます是非押させてください葉月さん押してくださいトランペットやってたって言ったハマさんと同じ高校の吹奏楽部だったああそうなんですかすごい2部の髪型決めた多分三つ編みになるのかなうんどうしようかな三つ編みかなって思ってるんですけどそろそろ副写タイムですかそうですねあと1分後にしようかなののさん星ありがとうございますフォローもありがとうございます 北は北川憲二歌ってほしいな、わからないです。ごめんなさい。ごめんなさい。最後に深田めんで釣ってください。りょうさん、バリスイとうよ。<laughs> えっと、美穂の配信中は時間が一瞬だ。うれしい。真、ま、央さん、美穂ちゃん、俺、熊本県生まれ。兵庫県育ち、実家鹿児島県、わわ、すごい。さ県なんていうの、ハーフじゃないけど、そんな感じですね。なんか。 リコーダー学生の時みんなとやってたけどそれ以降苦手になったあらそうなんですねリコーダー私得意ですよめっちゃもうどっか行っちゃったけどついに今週日曜日はねそうなんですよもう緊張でしかないですだから今週の学校もうずっともう心はそこにない心ここにあらずって感じですね葉月さん「赤か弁最強ですね本当ですかうれしいな」よいしょなんかスクショタイムしますねじゃあ今からもう残り10分なので。 何かポーズがあれば言ってください緊張しますでやさんまムさん熊本城 s t u と HKT 合同ライブしてほしいなし,てしたいみやつさんウィンクおでこ出せますかおでこ出せるかなちょっと待ってえおでこめっちゃブスですうわーやだ <laughs> えっと 指ハート、指ハート。前髪が崩れちゃった。たこ焼きポーズ。フォローしたよ、よろしく、ありがとうございます。ドゥーちゃんさん、んおしめんだった、ルメちゃんこと梅田彩佳、彩佳さんですか、さやかちゃんですか。ちゃんと同じ方言で、ほこりする、本当です、嬉しいな。せりす、せいせい。さあ、はじめまして、こんばんは。くまさん、くまさん。ハートください、ハート。 可愛い,い、嬉しいです。フグポーズ、フグポーズって何ですか。フグポーズって何、魚尾びれこん、こんな感じ。わ <laughs> かんない。おでこ出し超可愛い,い。本当ですか。嬉しいな。ええー、おでこ出し嫌いなんだけど、髪をかき上げてください。髪をかき上げたさあ。うわー、やだ、ブスです。<laughs> や,ばやばい、やばい。 えー、今年の冬兵庫県県から島ままで車で車走っていきますすごいよしたくさんハート500個ありがとうございますダブルピースハートちょうだいこじこじさんにハート博多ポーズとかありますかないですね博多なんだろうなないですねブスブスそうなんですよ前髪上げたらブス前髪上げなくてもブスだったはっ ジビバレントさんんたままらんなー嬉しいいですすありがとうございますピストルの形を作って顎にミットさせてみてこうかなうん <laughs> かわいいですかありがとうございます昨日最後のコメントで「しっかりと」と言いましたが僕がたくさん見るという意味であーなるほどそうなんですねなんか途中で終わっちゃったみたいなくまっくまポーズみたいくまっくまズッキュンズッキュンハート欲しいジビバレントさんへハート 星星星じゃなないっつーの星星なんですかめっちゃ可愛いのにありがとうございます。ミオちゃんにしっかりしろという意味ではないです。誤解してたらごめん。あー大丈夫ですよ。あ寝てしまってた。あーおはようございます。めちゃめちゃ可愛いですよ。本当ですかありがとうございます。皆さん、もう優しすぎる。嬉しいです。投票しますね。ニューメンさん、ありがとうございます。ニューメン食べたいな。エビちゃんさん、投げキッス。うん 私をさこんな特典がありますどんな特典なんだろうどんな特典うん名前を覚えて絶対絶対みんなにもうコメント返すというか会話をするうん、みんなと仲良く友達のように接していきたいです表情がいいとかやったみなちゃん俺が何かあったらフォローしたるし守ったるのしかけてありがとうございます初めて来ましたニコラスさんこんばんはあと10分で第一回目終わっちゃいますね それはオサシカお願いしますハサさん可愛い,いも美人も兼ね備えてますありがとうございますヘラパンさんメンバーになっても写真を忘れないでね。うん忘れずにいろんな人方々への、うん、感謝の気持ちを忘れずに頑張りたいと思ってます仕事戻るつもりが最後まで見てしまったあら仕事頑張ってくださいね確かにモサさ,さん記憶力いいですよね皆さんの名前覚えてるそうなんですよなんか初見ですって時々なんか初見じゃないのに帰ってくる方います,じゃんいますよねだからそれ分かりますよ さんかわいいありがとうございます HKT の田中夏みに似てる本当ですか嬉しいな見ましたなんかそれこの前も言われたから調べてみてみましたコメント全読みしてくれてるから嬉しいるーちゃんさんいえいえこちらこそコメントありがたいですジェさん確かに名前覚えて呼んであげるのは効き目ありますねでしょうや下さん瀬戸内に美少女降臨だねえう、ー、しいですありがとうございますよいしょ藤井美バレントさん名前覚えてくれてありですこちらこそありです レイリーさんこんばんはあれレディーさんさっきもいたみぽぽは性格も無人だねジンさんありがとうございますレアさん美人と可愛い,いの星です星になっちゃったあ嬉しいあだ名とかってあるんですかみぽぽかおみほかかみほかみほりんとかですかね初見です明日もがムばキさん好き嫌じゃないですねなッちさんも初見じゃないんですよ分かってますよちゃんと星の数よく覚えられますね 星の数ってなっちゃってるなんでだろうはじめましていい声ですね本当ですかありがとうございますいましたレイリーさんいましたねスプーキースプーキーブーギンさん SKT は受けたことないですねミマッキンさんお友達に宣伝ありがとうございます覚えられてくれるかなリょうタぽさん覚えてるよハずキさんなんて呼ばれたら嬉しいですかえな、ー、んだろう普通にミホちゃんも嬉しいしもう何でも嬉しいですルッターさん初見です初見ですかうん 皆さんミオちゃんとかけましてアメリカの象徴と説くその心はどちらも女神でしょう嬉しいありがとうございますてか4000人も超えてましたねあ本当だ嬉しい4000人超えた昨日超えなかったんですよ嬉しいです書店です書店かいミオ <laughs> ちゃんに釣られてしまいましたタカさん釣られてくださいどんどん <laughs> えっと ルーちゃんさんんちゃんと覚えてくれてるから初見初見詐欺してもわかるねわかりますよなんか3回以上コメントしてくれてる方はもう覚えてる気がします私友達に見せたら大好評でしたありがとうございますルートさん初初見ですいや演技下手か <laughs> キリンですキリンです <laughs> これから配信いきますね応援してますニューメンさんありがとうございますゆりやさん初見ですありがとうございます,初見,です初見ですか初見ですか葉月さん最初は美穂ちゃんって呼びますお願いします ハマさん、笑いのセンスある。やったー。宮地さん、釣られたよりも美穂ちゃんに惚れてます。やったー。<laughs> 助演です。助演です。助演かーい。<laughs> 助演男優みたいな。意外にマンゴーを歌って。意外にマンゴーわからない。ごめんなさい。ツッコミがかわいい。ツッコミうまいね。えー、やったー。嬉しい。食券です。食券かーい。なんか買いなよ。ダイヤの原石。でももう美しいダイヤだね。うわー。嬉しいです。ありがとうございます。テンション高くて好き。やったー。 めっちゃ可愛いいエリアンさんありがとうございますオーナー庶民です庶民ですか私も庶民ですツッコミの癖がすごいやった友達からなんて言われてるの呼び捨てかみほちゃんかてかミホリンの人もいますね <laughs> ポテトですポテトかい食べたいやないかいルーツさんを突っ込んでくれてありがとういえいえたけしですこんばんはこんばんはあと5分うよ、ん、うちゃんスチッチベームスチッチベーム その突っ込み好きです。嬉しいです。めっちゃ突っ込んでくれる可愛いもりもりさん。嬉しいな。流行っていることは。流行っていること。うーん、やっぱタピオカかな。みおちゃん、ごめん、待ち受けにしちゃった。いやー、恥ずかしい。嬉しいです。リアクションもゆっかりに出てる。ほう、嬉しいな。<laughs> 俺も福岡出身だよ。みおたさん、嬉しいです。ゆうじさん、みりんです。みりんですか。みりんです。た <laughs> けちゃんって呼んで、たけちゃん。まじ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 。マ もうう失神しそうやないかわ愛くてノリがいい最高かよ最高かよ <laughs> 残り3分になったらランキング読みたいですねあと1分お笑い芸人ボケとツッコミどっちになりたい <laughs> いや,いや私ボケれないからツッコミですかねやっぱりでもうん葉月さん ST はツイッターとかできるんですか <laughs> 今はしてないんですけどどうでしょうなんかメンバーになったらなできると思います A 声お願いします。なん、なんかセリフ、セリフ、何何を A 声でっていうのをお願いします。みなさん、あかん、マ、ま、ジ幸せ、嬉しいです。ボケてください。ボケる辺は。<laughs> 福岡の人って、日本三大都市が東京、大阪、福岡福岡だと思ってるよね。私も思ってます。実は。<laughs> は葉きさん、絶対ごォロします。ありがとうございます。初めまして、よろしく。福太郎さん、ありがとうございます。あれ、初めまして。初めましてですか。リアクションもよく似てる。嬉しい。やった、やった。 あ二分の髪型三つ編みでいいですか <laughs> フォローしましたエビちゃんさんありがとうございますはい中本の北極食べれるあ北極あのカップラーメンでだったら食べたことあるんですけどちょっとヒーヒーになるけど可愛か。あ、可愛いかった。美味しかったです喉の疲れ大丈夫かなんか朝起きたら喉がカラカラで声が出なかったですねでもなんか昼になったら出ます ST <laughs> はツイッターできるのはユニットリーダーとかの一部だけですあじゃあできないですね 可愛いが詰まりすぎて、だい、大爆発、や嬉しい、服、可愛い、ありがとうございます。バイトなので、最後に博多弁ください。ミマッキーさん、バイト頑張っ。うん、なんだろう。バイト頑張ったら、私がご褒美あげるけんね。二十二番田中美穂って、うぐいす城っぽく言ってみて、うぐいす城って何ですか。二十二番田中美穂、うん、可愛いすぎて、いいはー、嬉しいですね。立つやけつしたら年、四千三。四千三百人中、一万人がみちゃみと言ってました。あれ、超えちゃってるよ。母数超えちゃってるよ。あれれ。 口吹けないですフォローしました会ってみたい会ってくださいあと2分やあっランキング言います13位から言います13位ゼロさん12位大根さん11位ゼロさん10位ルートさん9位雑巾さん8位シシトうさん7位デアさん6位ジンさんよいしょ 5位フローイメインさん4位ひよこさん3位中野んさん2位明日も頑張ばれキーさん1位フナっちさんでしたおめでとうございますありがとうございます嬉しいですこんなにたくさんの方が来てくれて私ありがとねこちらこそ <laughs> 声が フジバレントさんおめでたやおめでたや嬉しいですね。りょうたさんおめでとうございますありがとうございます !4000 人超えたので、もう大満足です嬉しいですまたね、ありがとう部でしたありがとる部でしたコメント読んでくれてありがとういえいえ !2 回目も来ますはずさん待ってます次の配信も遅刻せず駆けつけますはなつさんお願いします次の配信は三つ編みにしようと思います <laughs> !1 時間半あっという間でしたお疲れ様お疲れ様です ごきげんなら。またね。お疲れ。夜の部も。はい。楽しみにしててください。<coughs> 次の配信も楽しみにありがとうございます。時間目で終わろうかな。またお会いしましょう。はまちゃさん。もりもりさん。ありがとうございます。ジュルさん。コメント読んでくれてありがとう。お疲れ様。お疲れ様です。配信お疲れ様。ありがとうございます。ルーチさん。またね。大根さん。配信お疲れ様。ありがとうございます。もりもりさん。バイバイ。好き。船津さん。好きです。私も。1時間30分あっという間でした。ルンルンさん。ありがとうございます。 バイバイ,バイバイお疲れ様バイ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 30分なっちゃったバイバイあ早口ちょうど塾終わったお疲れ様です塾偉い塾こんばんは可愛い,い nt さんありがとうございます萌え袖萌えで寒くて来ちゃいました鼻水が止まらなくて鼻す,すっちゃうんですよねごめんなさい私はクラブさん今日も綺麗ですことありがとうございます三つ編みしましたさっきちょっと曲がってるけど <laughs> ちょっと あと髪が短くてなんかちょっとしかできないんですけどついに三つ編み今日は遅刻今回は遅刻戦勝ったえらい日向さん昴生さん初見ですいらっしゃい高さんゆッゆかッかじゃないですよ美帆ですね <laughs> どんな部屋でも可愛いと思うありがとうございます OT& いい坂道グループ生きがいさん京太郎さんこんばんは初見ですこんばんは TM さんこんばんは山岸さん三つ編みも可愛いありがとうございますゼロさん初見じゃないと思いあ初見ですか げさんただいまおかえりなさいとさんこんばんははじめましてかわいいですねかわいさって正義だと思いませんか思います私も岩田ひなちゃんがめちゃくちゃかわいくて秀馬さん麗華にコメントしてたねはいしてましたいかちゃんとさっき LINE しててご飯食べいこうねっていう話したのでいれいさんまた来ましたはいいらっしゃいちょ,ちょっと鼻水がティッシュですいません シ、えー、ティはそのはるかちゃんを知ってたおお。ちょっと待ってテロップ三つ編みでおしゃべあれにしますはい鼻水がちょっとすみません きょうも面白かったよ私キャプテンじゃないんですけど気合いかけ見ましたよ今日今日今日かな今日っていうのかな今日見ましたあのー、何アプリでいやだから可愛いすぎんね右えしさんありがとうございます浜さん風風かもしれない圭タさんこんばんはてんこちゃんこんばんはりょうたって3回言ってりょうたりょうたりょうたあちょっと待ってあなんか なんかスクショ撮っちゃった <laughs> 間違えちゃったあれあ、こっちやちなんでまたスクショ撮っちゃう <laughs> あ、OKOKOK 可愛いが渋滞してるありがとうございますたくちゃんこんばんはスクショ、なんか二回スクショ撮っちゃった間違えちゃったちょっとここ移動したかったのにカメラをかずのこさんこんばんははちさんこんばんは安定のスクショタイムスクショタイム三つ編みです <laughs> なんかカメラが壊れちゃってここら辺がボヤボヤってなっちゃうんですよねここら辺広角レンズなんかちょっと壊れちゃった三目すると幼く見えるね本当ですかなんかいつも大人っぽく見られちゃって老けてるみたいに見られちゃうので嬉しいですねちゃんと17歳に見えますか三目もいいわ嬉しい待ってちょっとなんか配信したら熱くなってきちゃったはいこのままやります圭タさん僕は福岡です <laughs> ミジャギさんヘンジュリーって言ってヘンジュリーって言ったらなんか今これが反応しちゃいそうじゃないですかアイフォンがベレストさんアイフォンですナマヤさん一個しか変わらないのびっくり <laughs> ゼロさん三つ編みめちゃくちゃ似合うわ本当ですかありがとうございますいやいやい八さんお腹出した思えよしですかかず <laughs> のこさん三つ編み可愛いですねありがとうございますどうしようなんか話す話題考えてたんですけど何がいいですかねうーん 話すの苦手で、ね、本当に <laughs> あ,あ、話すっちゃったごめんなさい鼻が鼻が鼻がよし高速見ちた目できますかなんかさっき高速って自分で言いながらさっきの配信でしてたんですけど意外と低速だねって言われたので多分できないですたく <laughs> さんこんばんはジェロさん晩ご飯カレーにしたよえーカレー美味しそういいな 食べたい。コメント拾いながらまったり配信でさあそ,そうしますかね。でしょ。タケヤさんハート100個ありがとうございます。大根さんこんばんは。黒猫山田さんこんばんは。ん。カジさんば昼ご飯じ人肉人肉を食べたよ。進撃の巨人ですね。 ベレストさん今日ひなちゃんはアニメイト秋葉原でイベントだったねらしいですねあのなんかですねチケット完売したんですよねとんかつ食べましたとんかつめっちゃ食べちゃった最終目標は何ですか役者とかアイドルのアイドルの憧れるアイドルですねハチさんワンフレーズ歌うのはさっきのでやったやりましたけどあの48グループの曲ででも私全然曲分からないんですけどもう他のアーティストさんの曲もだから ちょっとしかわからないですけどいいですよふなちさんハート100個ありがとうございますひろみつさんおかえりただいまこんばんは今日は学校どんな感じだった頭脳少年さん今日学校は休みだったんですよ私あの修学旅行があったので先週これからご飯何食べるんですかライさん三つ編みでも可愛いいふなちさんありがとうございます東京は行ったことありますよひろみつさん今年の夏も行きましたあら今日の晩ご飯一丁肉でしたけいたさんあら 刺激の巨人ですね DKC さん笑顔が素敵っすありがとうございますちょっとこれをこうちょっと間違えちゃったよしあもうもうダメだ私やばいスマホがよいしょ えー、修学旅行どこ行ったのあの有名なところを名前出したら富士急ハイランド行きました、えー、もしかして4連休4連休です明日も休みですね最高 STU の魅力を語って何だろううんなんか他のグループとも違う雰囲気48グループとほかの48グループさんと違う雰囲気の中か清楚なお姉さんって感じの清楚なお姉さんたちのグループって感じでめっちゃ憧れですね 頑張れ頑張りますかぜさんスクショ好きやなスクショしちゃうなおくんさんダンス得意ダンスはまあまあ、まあんまり好きだけど上手じゃないです <laughs> 押さないでくださいごめんなさいここ押しちゃうこの画面の横の4連 9, 9勉強はついていけてるんーあんまりですねレインさんこんばんちゃスマホ操作するときはいっていうのね <laughs> ちょっと声出ちゃいました 頭脳少年さん休みの日は何してるのの休みの日友達と遊びに行くことが多かったですねで最近はなんかこれ,これしてたりあとなんか最近なんかおばあちゃんになったのか分かんないけどなんかめっちゃ寝ちゃいます絶叫マシンは乗った絶叫はの絶叫っていうかなんか1個しか乗れてないんですけどなんか絶叫っていうのかな絶叫より水にめっちゃ乗れるやつ乗りましたでみんなカッパ着てるけどまあいけるでしょうみたいな感じで乗りで行ったらもう。 全身びしょびしょでしたえっ、ー、と頑張りきしてください頑張りき頑張りきでも、うん、あの申し訳ないので私の私流の頑張りきみたいな感じのポーズを考えたいんですけど何かあるかなゴゴリバ公園行きましたか行ってないですね映画見る方最近見てないです2か月ぐらい見てないですおにしきさん8分の遅刻遅刻はダメですよえびちゃんさんインドア派アウトドア派 んーなんか夏はえ夏焼けたくないけど楽しみたいからまあアウトドアなのかな名古屋さんえ相性は決まったんですか相性うんーなんかおみほとみぽぽとかが多いですけど <laughs> いいですかね何でもいいんですけどね何でも嬉しいです呼んでくれれば田中ちゃん田中ちゃんもいいですよなんかうまかっちゃんみたいあのうまかっちゃんって分かりますか福岡のあのインンンスタントラーメンで豚骨味の 画面なんですけどね怖がりですか怖がりですか度胸がある方ですかそうですね絶叫系は苦手だけどお化け屋敷は頑張ればいけますねハチさん得意ななんだろう中美ちゃん中美ちゃんもいいですねさっき見てたさっき言ってた美穂は美穂もいいですねリポポみたいリポポみたい <laughs> こんばんは大人っぽいねトムクルーヨさんありがとうございます関西にもうまかっちゃん売ってるあ、本当ですか 得意な科目は英語です。ププジ、ププジジさん、美人なみほさん、こんばんはこんばんは。スさんさん、一人カラオケや一人ラーメンとかいけるタイプ？行ったことないけど行けますね多分。握手？んあ、間違った。とりあえず50カウント、星495終わり。ありがとうございます。お疲れ様です。 じゃがちゃんさんこんちゃっす,こんちっす富士急のお化け屋敷入った入ってないんですよなんかプラス1000円かって知らなくてえそんなにするのって思ってもう富士急ではご飯食べることに集中しました <laughs> あの自由時間もなんか2,3時間ぐらいしかなかったので並ぶのもちょっと大変だなって思ったのでリスのオカミさん握手いったら中美ちゃんって呼びますお願いします覚えておきますまるまるさんこんばんはこんばんはささとゆうきさんこんばんは ちょっとごめんなさい鼻を鼻がててえっ、ー、と佐々木さんえプラス1000円なんかフリーパスにプラス1000円みたいな感じでしたフリーパスじゃなくてもそうなのかなわかんないけどジェロさんミホもいいけどゴールの時に空気が抜けちゃう感じ確かにミホみ,みたいなはってなっちゃいますねミポポとかですかねおミホうん何がいいのかな トリップを塗り直してもいいですか？塗ります。こゆいこゆいどうしようこゆいこゆいティッシュティッシュ風風ですね若干ちょっと光強くないですかこれ。 私英語で近況教えてほしいよツさんえ教えるほどは英語できないですけど英語好きなんで直哉さん自分も来年修学なんで楽しみ楽しんでください○○〇〇さんみほりんはどうみほりんいいですねみほりんも呼ばれますよ学校でも奈おくんさんみほちとかも良さそうあみほちも呼ばれます学校で時々もういっぱいありますね2文字だから多いですねまいさんみさみめっちゃ似合うみほちゃん天使ありがとうございますたくちゃんさんみほりんみほりんいいですよね呼びやすい 健さん田,波田中美桜さんの得意料理は得意料理料理ができないのででもなんか自分ができる料理で一番、うん、美味しいのはオムライスですかね <laughs> 簡単炒めて焼くだけみたいなえー、とここはあえてみぽりんはどうですかあみぽりんって昔のアイドルの方でいましたよね多分。 中学旅行ではしゃぎぎたから風邪そうかもしれないですねうんなんかその時めっちゃ元気だったから他の人はなんか風邪の人多かったんですけど調子乗っちゃった <laughs> よいしょえっ、ー、とくしくしちょっと紙くじでときます。 花風には佐藤佐藤かな佐藤のすとなりにが効くよおうメモしときますメモよし修学旅行藤木ハイランドだけあそれだけじゃないですけど横浜中華街も行きました楽しかったあの食べること大好きなのでですね食べることうんだからあの何中華街で焼き小籠包とエビチリも食べましたあタピオカも食べちゃいましたあ <laughs> 2時間しかなかったのにそんなに食べちゃった、えー、頭脳少年さん性格明るそうだけど実際はどうあこのままですよ <laughs> 明るいですか嬉しいなそれ絶対友達に移されたやつやんゼロさんあ確かにそうだ絶対そうだこれ中山田さん40番さんボムレッサーが得意料理だって40番って福岡の子じゃなかったですか原田原田さん <laughs> ち,ょっとちょっとうろ覚えで申し訳ないですけどパソコンあるから見よう えー嬉しいな一緒なんだひなぴよ推しなんですか一緒です初めましてけやげ坂の菅由加さんに似てる嬉しいですありがとうございますどの少年さん食べても太らないいや太りますよ、うん、だから気をつけてますなんか食べる日と食べない日をちゃんと分けなきゃと思って分けてますねえっと STU 見たいえ四十番ってそうですよね原田原田清香ちゃんって読むのかななんて読むのかな ウマンさんおこんばんおこんばんえ読み間違えると怒るえキャバリアーズさんさやかちゃんなの、はあ間違えちゃったごめんなさい怒られちゃう覚えときますもう覚えました今はあさやかちゃんねオッケー福岡だし嬉しいですね一緒に受かりたいですね一緒にオムライ作りたいなキャキのおしはやっぱりゆかそうですねゆかです 原田ちゃんも人気な子だよねそうですよねなんかめっちゃ上位にいた気がしますいやだってめっちゃ可愛い肌,肌白いしめっちゃ可愛いもう戸惑っちゃうはじめパレントさんやっほーほー三つ編み可いすぎる嬉しいですありがとうございます佐藤健さん俺も怒られちゃう本んですよ成果かきよかってイーテ ET さんオムライス配信オムライス配信いいですね原田さんと。 さやかちゃんとさやかちゃんと一緒にオムライス配信したいですね <laughs> 22, 40, 2 2 4二人とも合格しそう本当ですか合格したいな福岡の人一緒に合格したらなんか安心感あるなうんしてほしいなしかも何さやかちゃん1個年上ですかね1個年上だ福岡レベル高すぎあの吉田さらちゃんもめっちゃ可愛いですよ さやかちゃんより年下に見えない本当ですか <laughs> 浜さん好きな芸人さんとかいるあ、ノンスタイルさん好きですねえ黒猫山田さん二人とも可愛いありがとうございます会ってみたい早く会いたいな日曜日会える二人で花田さんに怒られましょう怒られましょうかい <laughs> さんこんばんは欅の子に似てるな本当ですか嬉しいなずさんさそれなそれな <laughs> えっとさん、てんこちゃんと思ってますかああわか,、うん、かりますよエベレストさん原田ちゃん、みほちゃん入ったらスティファンになる人増えそう本当ですか二人で受かりたいな <laughs> えっと、京太郎さん二人でオムライス配信いいね、いいですよねなんかうん、うん、対決してみたい、どっちがうまく作れるかみたいな二人で一緒に作り始めてなんかかかった時間も ポイントに入れて <laughs>、なんかも料理番組みたいになっとるけど。カイさん合格だな、合格だな、嬉しいですね。あ、千人行きました。嬉しい。今みんな配信してるからどこに行こうってなりますよね。今。浜さん受かったら瀬戸内行くを待ってます。<laughs> パチジャンさんこんばんは、また来ました。いらっしゃい。見た目より味重視で、そうですね。誰が判定するの？ どうしようかな。誰にしようかな。なんかあの stu の先輩方がと,とかにしてほしいですね。判定。それか食べるの？好きな子とか入ってすぐバチバチ買い <laughs> <laughs> 番組やって番組やりたいですね。なおやさん瀬戸内行きたいけど、東京に住んでるからなあー。そっか。じゃあ東京に行きますね。あの stu の新しい番組始まりますよね。東京に行く？りょうさんヤッホー。また来たよ。ヤッホーいらっしゃい。 夜はみんな見るからね、そうですね、みんな暇、暇っていうか、あの、な余裕があるですよね。時間に。みのるさん、こんばんは、来ました、いらっしゃい。かいさん、自己紹介して。自己紹介。福岡県出身の。二十二番、高校二年生の田中美穂です。好きなことは食べること。と。好きな食べ物、お餅と。あと辛いものが大好きです。食べること好きなので、大食いが得意です。<laughs> やってみたいですね、番組とか受かったら。 下宿組同士だから可能性ありますすねねそうですよ、ね、仲良くしたいなめっちゃ清争系が配信してるって聞いたから来たっちゃんありがとう <laughs> 大根さん暇なのでめっちゃ見てます私もさっきれいかちゃんの配信見てました爆睡してて遅れましたあー遅刻はダメですよ直やさん暇って私も暇なんですよ甲斐さん何歳かなあ高校2年生17歳です 餅好きな子に悪い子はいない本当ですか <laughs> やったーきなこ餅大好き美味しいですよね私磯部焼き磯部焼きが好きです大食い対決は見たいそうですね他に大食いの方いらっしゃいますか候補者の人の中で誰か知ってますかみんなさあ、でもれいかちゃんはさっきなんか配信でご飯3杯食べれるって言ってたのでいい勝負かもしれない <laughs> 仲いいしたかさん大食いもゆっかと一緒ほんとですね嬉しいな他の子も見たけど一番可愛いから戻ってきた ありがとうございます。まるまるさんでいいんですか名前。明日の配信予定は明日どうしようあのえ午前中からってしていいんですかね明日祝日だからいいのかな。祝日で午前中からオッケーだったら多分お昼過ぎからすると思います。多分3回に分けてとかしますね。で夜だけしかダメとかだったら2回受けま2回やります。でスコパラダさんこんばんはさっき帰りましたおかえりなさい。かいさん坂道受けてないです。 はじめバレントさんバイト戻るので最後に釣ってほしいです好きですよまた来てください待ってます0ん n m b だと梅山心コ菜コちゃんがお餅好きで有名ですあ本当だそうなんですね9時からできると思うよあ午前中できるんですねあじゃあ多分皆さんがお昼ご飯食べ終わった後とかにするかなそれかお昼ご飯食べる前の お昼ご飯食べる前からするとしたらもう一日に4回ぐらいしちゃうかもしれないですお昼ご飯食べた後からだったら3回くらいかなうん1回の回を1時間か1時間半かですね平さんイエーイエー平 <laughs> さんいいはずあっ了解ですミ羽ちゃんが一番かわいい亮さんありがとうございますこれのカメラさんあそうなんですねじゃあ午前中もしてみますねごめん三年に行くから昼配信見れないかも大丈夫です一回でも来てくれれば嬉しいです エベレストさん明るい感じがいいね本当ですかありがとうございます浜マさん見るよありがとうございますカイさんビジュアル担当だな本当ですかありがとうございますタクちゃんさんギガ大丈夫か w i フ f i あるので任せてくださいタカッチさんこんばんはみほちゃん仕事の合間に見に来たよタカッチ愛してるよって言ってタカッチ愛してるよ <laughs> 恥ずかしいマかわリイベント時間は避けませんかあそうですね何時ですっけ何時ですっけ調べよう調べよう何時だろう見てみよう見てみようああったあったあった 明日学校なんですね明日も。も、えー、かわいそさ明日仕事ピエンサとケンさんも悲しいですあ会場が11時半で開演が1時なんですね何時に終わるんだろうこれその時間避けたいですね配信って1日に配信できる限度って決まってるの限度は決まってないけど9時から22時みたいな17時から22時みたいな時間帯は決まってますおにしきさん今日休みでした かいさんにぎかにぎ会楽しみだなにぎかにぎ会うん楽しみですね大根さん14時ぐらいあっ14時ぐらいに終わりますかそしたらその後とかがいいかなやっぱりよるしるさん明日学校だけど抜け出してみるああ学校はちゃんと行ってくださいねひろみつさん明日は祝日ずっと見れるやったーあじゃあこのイベントが始まる前とか前とか と後にしましょうかねどうしようどうしようまた決めたら配信予定に書き込んどきます今日の今日のうちには書いときますね、えー、明日は7時59分まであそうなんですかそうなんですか無理しなさんだよありがとうございますお錦さんはちさん部活終わったら見るお願いしますゆずポンさん三つ編みも可愛いですねありがとうございます三つ編み <laughs> AKMS さん「明日は仕事で見れないよ」悲しいですうん「ルツオカミさん一日中寝てますのでいつでも来ますよありがとうございます待ってます」中野さん仕事をサボりながら見ますサボっちゃいけないですよ寺さんライブ前とか並んでて暇だから見れるよあじゃあその時間帯を狙いますね <laughs> よいしょ京太郎さん「長くやった方が初見さんも増えるよああそうなんですね」 でもなんかずっと喋ってたらもう声枯れてきちゃって <laughs> 多分長くても2時間とかしかできないですね1回の回がえっとリンペイさんはじめましてはじめましてパミュペロさん,こん,ばパミペロさんこんばんは仕事終わって今来ましたお疲れ様ですカズくんさん笑顔めっちゃ可愛いねあいありがとうございます ちょっとけいさんそうだ目覚ましセットしないで寝ちゃえばいいのかあーそうなんですねかいさん水飲んでねありがとうございますあのヨーグルト飲んでいいですかヨーグルト <laughs> さっきも飲んでたんだけどヨーグルト可愛くないですか瓶なんかあのー、温泉とかにある牛乳みたいじゃないですか美味しそう飲みますうんうん美味しい ひろみつさんわい明日の最終日配信は号泣してしまうかもええー、<laughs> そうかな私が笑顔にしてみせます配信してくれてありがとうねいやいやいや全然大丈夫ですよはちみつなめないと確かにはちみつくださいモカ <laughs> さんこんばんはあこんばんはまた来てくれたんですねりんぺ平さんお宅友達に紹介を受けてきたよ本当ですかうれしいな <laughs> その友達さんにもありがとうを伝えたいですねパンぺろロさん 瓶女子力ありますね。ありますか。これ女子力ですか。これ。名古屋さん、絶対握手行くよ。待ってます。受かったら。ユレンチさん、また来たいよ。かわいい。ありがとうございます。ウマンさん、めっちゃ早口だね。配信を。そうですね。配信の時以外はもうゆったりしてますね。じもうちょっとゆっくり喋ろうかな。なんか。いいですね。ああ、明日で終わりか。さとけんさん、そうなんですよ。 パリマさん隠して飲むとこが可愛いいや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 なんか飲んでる姿とか食べてる姿申し訳ないなと思って見せるのでロさん頑張ってくださいありがとうございますカイさんマイハッチ持ってるよおえそうなんですねパミペロさんもっと野々村議員なもっ,ともっと野々村議員泣きするくらい号泣するかは <laughs> えっバルーボルトさん40番の原田 原田やかさんが私も友達になりたいって言ってて本当ですか嬉しい嬉しい嬉しい可愛い子と友達になりたい明日は19時55分くらいからサライを歌おう <laughs> ずっと泣いちゃうそれ林平さん日曜日オーディション頑張ってね頑張りますありがとうございますぜひ生で来れる方は来てください待ってます岡さん覚えててくれてありがとう三つ編み可愛いですありがとうございますもうあの私の愛犬と同じ名前だから覚えちゃいますね インペさん日曜日行かせてもらいますありがとうございますリョウさん三つ編みに合ってるありがとうございますゆりんちさんいつ決まるんですか今週の日曜日にイベントが広島のセンターであるんですけどそこで決まりますドキドキですねゆずぽんさんハート100個ありがとうございますふなっちさん明日で配信終わってもまた会えるように最後まで投票しますねありがとうございますもう嬉しい さんストレート見てみたいあじゃあ明日ストレートしようかなストレートあいつもの下ろしてる髪を1回目にしようかな1回目2回目3回目で髪型を変えようかなって迷ってますのあさん三つ編みツイン可愛い本当ですか嬉しいなうん <laughs> 福岡県出身逸材多すぎますよね確かに福岡のの他の候補者さんたちもうかわいすぎてえこの子街で会いたいって思いましたね 京太郎さコメント全部読もうとするのすごいいやだってぜせっかくコメントしてくださってるのでけんさん田中美穂ちゃんに名前覚えられたかった人生でした覚えてますよ毎回来てくれてるから甲斐さんめちゃくちゃ読んでくれるなアイドル読んでくれないからな呼びますよ私は距離が近い人になりたいです皆さんと鬼敷さん日曜配信もあるのいや配信はないけどなんかファミリー劇場であファミリー劇場って多分有料でテレビに登録しないといけないんですけど家の。 それでやるんじゃないかな。多分そうです。えっ、ー、と、他の大手の子で気になる子いる。S. T. U. の。大手の。子でですか。えっとですね。福岡の吉田沙羅さんも可愛いし。みんな可愛いんですけど。で、私最初見た時に、まあ。この顔になりたいみたいな思ったのが。百二番の。 だって感じなんて読うんだろううつみさんかなうつみりねさんめちゃくちゃ可愛いお姉さんだって思いましたゆりんちんさんニッチしてくださいしますよあきらさん可愛いマジ可愛いありがとうございます星 3? 星3でいいのかなスターさん毎回違う髪型ありがとういいえいいえアップのハーフアップっていうのかな星が星になってるこれ読めない星,星アップのアメコミ見てみたいアメコミお母さんに頼まなきゃアメコミできないんですよ しずさん初めて来ましたああいらっしゃいめちゃくちゃ可愛いですありがとうございますたらさんついはどういいですねあこれ星星なんでしょうかファリマさんファミマさんでもいいので、ね、覚えられたい今ので覚えましたファリマさんですねタッキーさんこんばんはレイレイさん福岡旅行してみたいぜひ来てくださいご飯美味しいですよ福岡美人が多いよねイー et さん本当ですよねうん街歩いてても思います パミペロさん伸びしろあると思います来ると合宿辛いかもだけどおけないでね頑張りますありがとうございます投票お願いしますマサヤさんまた来ました27日の合格発表日はネット配信もあるよあそうですよねあそうなんですねネットもあるんだキャバリアーズさん20位以内に3人もいるしねそうなんですよミマ、まあ、さんがピカイチなわけだがいやいやいやありがとうございます投票ありがとうございますマサさんまた後で来るねまたね 夏は日曜日はファミリー劇場の生配信で見届けますお願いしますえっ、ー、とウマンさん受かったら来,来月17日の全国ツアー広島でお昼間とかあるかもねそんなにお昼間早いんですかねえー、受かりたいですねハート500個いずポンさんありがとうございますゆうりんちさん修学旅行どこ行ったんですか修学旅行はですねさっき見た通り富士急とか横浜とか行きましたねえー、吉田くさん今日も可愛いありがとうございます 16日か16日ですかんさっきのお披露目ですかねえっ、ー、とかいさんピンクしたよピンクピンクえっ、ー、とひろみさん27日の配信については STU48 公式サイトでチェックしてくださいマイ <laughs> さん美穂ちゃんに認知してもらえるように頑張りますあでもマイさんも来るのもう 3, 3回目4回目とかじゃないですかわかりますよ キャバリアーズさん、美人で対応力も抜群で、トークも上手い。まるで、大きいゆか。目指してるのは、ひなぴよだろうけど。いや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 、嬉しいです。STA さんのメンバーさんに例えられるだけで嬉しいです。佐藤健さん、よっしゃ、元気出た。よかったです。まるさん、今日初見だけど、もっと早く見つけたかった。うん。明日までやるので、ぜひ来てください。こんばんは、初めまして投票しておきます。加藤さん、ありがとうございます。加藤、なんていうの、ん、高さんですか あ、レイカちゃんみつあみ可愛いねありがとうれいかちゃんのあの編み込みめっちゃ可愛かった真似する今度 <laughs> ハッチさん推薦コメント推薦コメントありがとうございますレイレイさんみほさんに認知もらえたら幸せですあ認知してますよ受かりそうですかかいさんありがとうございますタンタンさんレッスンに耐える自信ありますか頑張ります何事も諦めないことは自信あるのでププチジさんショ,ショールームだとハーフが NG ワードに設定されてるんだねそうなんですねだからハーフアップが星になっちゃうのか よかったら悪者必ず行くから名前欲しいはい AKMES さんウェマさんただいまお帰りタッチさん初めてコメントします田中さん愛すること決めましたありがとうございます可愛い,いこのタッチさんのトップがヒロミツさんミホちゃんの悪者券発売はいよはいよ <laughs> ノアさん認知されたいです認知しますたくさんコメントくださいキャメラさんフォローボタンを押すとピンク色になるからフォローしたようだねそういうことですね好きな人心配してたなうん ひろきさんこんばんは明日は19時59分と早いのであ終わる時間ですかライさん48グループマいつ見ても可愛いなありがとうございます塾の疲れが一気に吹き飛ぶ塾お疲れ様ですひろきさん多分2回目の方もあいらっしゃいじゃあまた34回目も待ってますねウイマンさん推薦コメントありがとうございますリョッターさん覚えてくれると嬉しいリョッターさんさっきリョッターリョッターリョッターって3回読み,読みましたよね覚えてますいずぽんさん投票してくるありがとうございます かいさんめちゃくちゃ呼んでくれとるな呼んでますノアさんすいとうよ私もすいとうよノアさんよくにきせよおしかおさがいしちゅうさんこんばんは三つ編みかわいいありがとうございます三つ編みです部活は写真部に入ってます京太郎さんうまさのどからさないようにねちょっと枯れちゃった佐 <laughs> けんさんおうで、ね、よかったら田中ちゃんと室並べ対戦したいあーしたいですねえっシュサさん,さん最終日夜8時まであそうなんだじゃあ夜8時まで頑張りますね最後まで おぎわらあつさん何度見ても美人だね嬉しいですエビちゃんさんみほちゃんが一番やありがとうございますウエマンさん流れちゃったウエマンさん今日も眉毛動かして眉毛うま、ん、い <laughs> さんもうみほちゃん大好き覚えててくれるなんて幸せ者だ嬉しいですこちらこそコメントしていただけてそれだから覚えれるんですよ玉さん家可愛いいだるまこんばんはみちゃめかわいいねだるまのトップがも可愛い,いです ファンクさん本間に手貼る春はドッペルゲンガー誰んででしょうか。カイさん選抜行くな。選抜行くな。どっちだろう。まもるさんはじめまして。可愛いといと呼ばなんで来ました。本当ですか。ありがとうございます。まるまるさん学校でモテてそは全然モテないですよ。女の子にモテたいな。みやツさんおいべっぴさん。べっぴさん便秘べっぴんさん。べっぴん, <laughs> さ,ん、ね、いいさんがいいな。べっぴんさんがいいな。 宇和さん、太宰府天満宮にみほが受かるように行ってきます行ってらっしゃい、ありがとうございます <coughs> 吉田区さん好きです私も吉田区さん好きですかいさん、頭回転早いな、本当ですか嬉しいな、頭そんなに良くないんですけどね学校とかでも <laughs> 勉強頑張らなきゃウエマンさん、何の写真撮ってきたのあえっと結構なんか公園の景色の写真とかうん、いろいろ撮りますね宮地さん、べっぴんさん 美人ありがとうございますいやめっちゃ早く喋っちゃったりょったさんお顔が本当好きやけんありがとうございます私もそんなこと言ってくれるりょったさんが好きやけんあすかさんかわいいありがとうございますジェラさんショールーム長時間 連続より分けて配信する方が星集められますそうなんですねじゃあ分けますねももるさん普段も早口な方をいや早口じゃないですそんな普通ですね浜んさんフィルムカメラも楽しいよあ友達が撮ってるのを見てますえっ、ー、とみやっちさんちょいちょいみほちゃん見てるとテンパるけテンパるのまるまるさん早口言葉得意そう早口言葉言ってほしいのあったらコメントしてください多分滑舌悪くて言えないかもしれない ノアさん、福岡でしいしいラーメン屋さんシンシンとか私のお父さんも好きですね <laughs> うんあとなんだろうなどこがいいかなああダンボダンボ美味しいですダンボディズニーにもダンボってありますねよいワンさんかわいいありがとうございますカイさん初見だよ初見さんですねいらっしゃいよかったらツイッターとかでいろいろ写真撮ってほしいですねそうですね えー、マ,ンマンさん、会社の飲み会終わって帰宅中、お疲れ様です。楽しめましたかわーちゃん、わーさん、受かりそう、嬉しい。ジェロさん、のとも休められるし、そうですね、うん、もう1時間半で限界ですね、私。あすかさん、受かってほしい。ありがとうございます。投票お願いします。えー、タカさん、中間7位の感想は、めちゃくちゃ嬉しかったです。もうトップ10に入れて、めっちゃ嬉しかったです。皆さんのおかかげですすありがとうございますこれからも もっと上を、上以上を目指していきたいなって思ってるので、お願いします。三つ編みも似合ってる。ありがとうございます。えー、ちくわドーナツさん、さっきぶり嬉しいですね。また会いましたね。宮内さん、三年 B. 組、田中美穂先生、金八先生。佐 <laughs> 健さん、ダンボ青いぞ。ん。上 <laughs> 間さん、スクショタイム、スクショタイム、何のポーズがいいですか上間さん。 パチちゃんさん合格するのか楽しみだねありがとうございます合格したいですね皆さんお願いしますナオさん絶対受かりますよ本当ですかありがとうございます三つ編みかわいいのんたんさんありがとうございますナオくんさん明日もまた来るので頑張ってありがとうございます待ってますねナオくんさんハマさん何の写真撮るのが好きなん <laughs> だろう私植物とか好きですあでもワンちゃんの写真を撮るのもちょっと難しいけど好きですねえっ、ー、と さん絶対受かるでしょうう自信持ってありがとうございます皆さんのおかげです本当にに。ちろさん「シンシンダンボ」来月博多に行くから漢字も教えて漢字待ってシンシンはローマ字で普通に、S「SHIN」I「SHIN」S H I N、なんですけどダンボはダンボ何の漢字って言ったら「暖かい」に「暖かい」だったよね多分。「暖かい」ちょっと待ってください調べてみます。 南部はえ暖かいに暮らすっていう字でしたりょうすけさんこんばんはへびちゃんさん握手会で会いたい会いたいですあきぴー来るかなそうどうでしょうねちくわドーナツさん三つ編みもめっちゃ似合うよ。本当ですかこれはわかる嬉しいしんしんって坂道が福岡でライブやるときケータリングで出るらしいあ見ましたそれブログで坂道さんのブログで見ました なんか美穂林だけのポーズ作ってほしい私も作ってほしいです何がいいかな何がいいと思いますか <laughs> ファリマさん一位より上に行こう一位より上とかあるんですか行かせてくださいお願いしますテラさん文系です宮津さんノリよすぎウェーマンさんたこ焼き,たこ焼きスクショタイム <laughs> たこ焼きママ、まあ、さんとりあえず眠いあお疲れ様です 多分注目度上がっているので合格すると思う高さんありがとうございます高さんオーディション一回目です初めてですオーディション緊張してますね最初の方はレイレさん今日も投票しますありがとうございますシン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 綱手ハッピさん配信慣れてるねなんか初日は全然慣れてなかったですけど初日でたくさんの人が来てくれてなんかいろいろ学びたしあと配信する一週間前ぐらいからあの他のアイドルさんの とかを見てたんですよね。だから、ちょっと真似しちゃってます。心身だと漬物になる。<laughs> パチジャンさん、美穂ちゃんと呼びますね。はい、お願いします。寺さん、ありがとう。調べてみるね。はい。よいしょ。幕張りで握手会やってください。<laughs> やりたいですね。いつか。ケいタさん、ビームください。ビームってどうしたらいいですか。ビーム。 わかんない。団 <laughs> 子北九州にもある。あ,あ、そうなんですね。鉄道の写真撮ったら st のある人が喜ぶあ,あ。あゆみりんかな？ゆみりんさんかな？みやっちさん大好き。大好きです。私もネタ的なやつなんだろう。なんだろう。毎朝心身食べてたな。ああ、そうなんですね。上間さんありがとう。いえいえ、かいさん初めてか初めてです。すき焼き美味しかったわ。自慢じゃないけど、それ自慢ですよ。いいなすき焼き。 りょったーさんマジめっちゃ可愛くてニヤニヤしてるニヤニヤしちゃってくださいどん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 たかさん配信めっちゃ見やすい本当ですかこれ見えますかちゃんとなんか字キュッてしちゃうんですよ私字と字の間がかいさん一回受かるパターンようなんインテックス大阪で握手してしたいですねかったらいさん渋滞してます渋滞してるんですかてるさん本当ショールーム初回より二回目それより三回目ってどんどん配信もくなってすごい嬉しい 皆さんのおかげです本当にいろいろ学べてますあと他の候補者さんのも見るんですよそれでめっちゃ学べてます <laughs> ありがたい皆さん地域でいたよ本当ですかありがとうございます福岡民として特に活躍期待してますねお前,前さんありがとうございます京太郎さん可愛いしわかるのがいいね本当ですかありがとうございますかいさんめちゃくちゃ読んでくれるな読みますよ早口言葉何かありますか言ってほしいの言えないかも野田さんパティシコ横浜でもお願いしますはい りょうたさんみほしか作ってよみほしかおありがとうございますパチジャンさん AKB48 の11月の個別握手会にお披露目かなそうなんですかねどうなんでしょうか友達が STU のために広島の大学行ったよおすごい誰ですかそれすごい私もでも受かったら広島の大学ですかね多分スカイタイさんみほ田中ちゃん大好き私も大好きですやつ受かったら絶対みほちゃんレアに遊びに行こう待ってます ラックスさん兄弟は家に帰ってきたの帰ってきましたよ綺麗に可愛くなっていきましたトークもうまいよ本当ですかありがとうございますタカさん後ろの字見やすい本当にありがとうございます新日本総合展示場で握手会してほしい何だろうそこ聞いたことあるけど優しいタカさん美穂やッホータ君甲斐さん満室だな満室ですか <laughs> ポテタンさんんちゃや なんかポテタンさん、トプガがジャガイモな…ジャガイモですかジャガイモだから私ジャガイモ好きだからめっちゃ覚えちゃう、なんか生麦…ノ <laughs> さ生麦、生米、生卵生麦、生米、生卵生麦、生米、生卵あ、言うてるこれ言うてるナオヤさんおかえりカイちゃん大学行くの多分行くと思います多分ミヤチさん、ミホちゃんお願いがある岩田ひなちゃんと同じ対応の恋人つなぎされたいそうですね、よかったら <laughs> 優しいターくんさん、頑張りきー、頑張りきー。<laughs> としさん、ハート100個投げたよ、ありがとうございます。マッチでーですさん。さあ、受験生の中で一番めちゃえーいやいやいや、ありがとうございます。ドラガンさん、こんばんは、こんばんは。リョッターさん、すな、率直にこの瞬間、会いたい。ありがとうございます。会いたい、私も。ファリマさん、こなめでも握手して、初めて聞きました、そのうち名。早口言葉は、い、バナナの謎はまだなの。<laughs> やばい言えない。 バナナの謎はまだ謎なのだぞ。え、言えない。これ言えない。バナナの謎はまだ謎などまだ謎なのだぞ。バナナのバナナの謎はまだなの <laughs> 言えない。ダメだ。言えないこれ。うん。バナナの謎はまだ謎なのだぞ。あ、ちょっとちょっとちょっと言えた。タカさん広島で大学目指すのすごいわかんないけどまだまだあと一年あるのでね。ノ、う、ア、ん、さん言えてました。嬉しいな。丸、ま、丸さん。 あーこれ言えないですね私たぶん赤巻き髪青巻き髪木巻き髪あちょっとなんか微妙ですね赤巻き髪青巻き髪赤巻き髪青巻き髪木巻き髪 <laughs> 言えない生,の生麦生米生卵もちょっと言えなくなってきた頭の回転早いって言われないいや言われないですなかなか早口言葉うまいね嬉しいですイタさんレボリューションくださいレボリューション <laughs> あ違う君のハートにレボリューション <laughs> ポテタンさん、じゃがいもだよ。覚えててくれて嬉しい。じゃがいも好きです。まひちゃん、みほちゃん、滑舌良すぎて尊敬する。本当ですか嬉しいな。よしたくさん、ハート百0受け取って、受け取りました。ありがとうございます。キャバリアーズさん、パーパー握手の新たな使えて誕生か。ほお。かいさん、すごいな。ォーテエイトなかなかいないよ。うん、何ですかゆずぽんさん、心を込めて、ハート千個ありがとうございます。やちさん、みほちゃんは誰、俺が誰よりもさせてたる。ありがとうございます。 早口言葉言ってる姿がかわいい。いや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 おっとっとの早口言葉やって。おっとっととっとってって言っとったのになんでとっとってくれんかったとって言ったとう,うん、これは博多だから言えますね。会社メンバー通信だよ。メンバー通信ですか閉じちゃった。ごめんなさい。少々力って歌うのは大丈夫。いや、ダメかもしれないです。キャベリアさん、いひひ、かわいい。嬉しいです。なっつさん、ハート役ありがとうございます。 ペギーパ、ペギーバブコック。ペギーバブコックペイペイ、ペーペ無理。一回目から無理。無理でした。ごめんなさい。まあまうさん三つ編み自分でやったと。やりました。自分でやったと。すごかろえっ、ー、と、ノアさん、すげえやった。にゃんこ、こにゃんこ、まごにゃんこ、にゃんこ,こ、まごにゃんこ、にゃんこ、まごにゃんこ、まごにゃんこです。おお、できた。なんか、か、かきくけことか、な、なんか、じゃなければいけるかもしれない。 ST48 は推しメンバーいな,かいないからよかったよあじゃあ私が推しってことですか通信高校だよあそうなんですねじゃそうですね高校どうしようかなって考えてますねポテタンさん今日の髪型もとっても可愛いなんでだろうあみ美ちゃんが可愛いすぎるからだありがとうございますポテタンさんポテタンさん博多弁可愛いすぎる本当ですかなんかもっと出していきたいけど出ないんですよね優香と一緒そうかけっこ結構。 ノアさんバリ吸いとうよ。私も吸いとうよ。ユカと違うのは滑舌だね。私ユカさんよりはうまい気がします。ケイタさん。ケイタさん吸いとうよ。ヨシタクさん、ハート500個投げたよ。ありがとうございます。早口言葉。生なまず生なまこ生なめこ。生なまず生なまこ生なめこ。々々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  <laughs> 言えない <laughs>。早口言葉言えた後のやったが可愛い本当ですか嬉しいな。 みょうちゃんにありのままの俺礼さらけ出すねお願いします踊り大丈夫歌えるかな歌の方が得意ですね歌あの48グループの曲だったら今ちょっとワンフレーズとかだったら知ってる曲少ないんですけど知ってる曲だったら歌えますはりまさん、デラスイトウヨ私もバリスイトウヨはさん、埼玉行ったことないですねないです確かに割とサクサク話せてるよねそうですよねかきかき効果苦手なの押せる本当ですか けこってゆっくりしか言えないしハヒフヘオも言えないんですよ虫さんかわいいねありがとうございますっとルートさん遅れたごめん許しませんよ遅刻シャーソーサシャーソーサ言えないシャーソーサシャー操ーサシャー操ーサシャー操作シャー操作サえ無理ですね諦めてますミヤチーさんミヤちゃんもありのままの姿見せてね今ですなうです ゆっかは危なっかしい計画の時なんて言ってるかわからん確かにわかんないですねノアさんめっちゃ好きやねーうちもバリスいとうよただのりジョニーさんこんばんは三つ編みいね本当ですか嬉しいな <laughs> えめちゃくちゃ早口だな本当ですか嬉しいな吉田タクさんハート千個受け取ってありがとうございます歌声聞かせてほしいなんか私が歌えそうなしなんかめっちゃみんなが知ってる曲しか歌えないんですよ私だから その曲を書いてくれればちょっとなら歌います。2000人超えてる。ああありがとうございます。2000人。ゆっかじゃないですよ、けむりさん。滑舌いいからアナウンサーとか向いてそう。本当ですか浜さん。いいですね。アナウンサーもやってみたかったんです。なんか一時期。まあ頭良くないと慣れないじゃないですか。頭良くないんですよね私。サシスセソは苦手。ちょっとですね。S.T.U. のチャプチェ。<laughs> 真夏のサウンドグート歌えるかなあー待ってわかんないごめんなさい本当に曲が歌える曲がなくて私カラオケも全然行かないんですよ,よ作業が写真シシャになるそれは諸見沢さんじゃないですかゆっかより美人いやいやいやそれはないです本当にサイレントマジョリティあごめんなさいあの48グループの曲しかダメなんですよごめんなさい 昨日気づかずに歌っちゃったんですけどほんとに48グループのしかダメで申し訳ないです頭良さそうですか嬉しいなージじいやは元気ですか知りません5,000人流れ早いから STA の曲で何か何がいいですか私暗闇とかかなえっと「ユッカー」ってライブだと性格変わらない確かになんか「お前ら行くぞ!」みたいな煽りがありますよね <laughs> あ、高校生はホ放テイ者だけなんだ。そうなんですよね。瀬戸内の声。ねー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 。えっと歌詞が出てくる。ちょっと歌詞見ます。合ってるかわからないので。瀬戸内の声から <coughs> いきます。<coughs> お。そうまで青い海は。 どんな時も優しくおらかで淡い日差しの中僕は願いを風に向かって叫ぶ感じかなじゃあ暗闇暗闇暗闇めっちゃ歌いました暗闇でも 夜よ僕を詩人にするなきれい事では終わりたくないちょっと高い声がねごめんなさい今声枯れてる大好きな人「大好きな人幸せになれ」合ってる <laughs> 声が出ない「姫路から」「姫路から出そうぜ」 って歌詞が吹っ飛んじゃったリムジカラ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 ワイルドオミホはどこで見れるのどこで見れますかねモルメサーと知ってますミホちゃん香水使うあんまり使わないですね イメージからなそうぜ。全力で行こうぜ。合ってるかな？ちょっと不安です。えっ、ー、とみほちゃんも煽りやってみて、どんなもん煽りわかんない。なんでどまだわからないですね。やっぱ好きやねや。やめ1曲やっぱスキャンでわからないです。ごめんなさい。知らない曲多くて無視勉強中です。本当にノアさん風邪大丈夫ですか？大丈夫です。 乗ってきた歌いいね本当にですか嬉しいさすが歌に自信あるというだけある本当ですか嬉しいえ嬉しいめちゃくちゃうまいありがとうございます大声ダイヤモンドあ待ってだ待ってうろ覚えうろ覚えはちょっと不安ですねちょっとうーん無理かもしれないですね分かんないあ音程忘れちゃった大好きだ君が大好きだ僕は えちょっと待って忘れちゃったもうめっちゃ昔で忘れちゃいましたうんごめんなさいななちゃんは握手の時香水ひなちゃんはボディークリーム使ってるじゃあ私はハンドクリームにしようかなカターさん合格ありがとうございます小籠包さんめっちゃうまい本当ですかりょったんさん歌声も好きありがとうございますキャベリアーズさん矢野先輩に続く歌唱名誕生本当ですか嬉しいなええあうわうわうわ <laughs> 危ない <laughs> あ青いレモン昨日聞いたのにちょっとちょっと私の あの何私の記憶力もうダメなんですよねやばい足しびれちゃった合格回数ありがとうございますダーガダイナミックで気持ちいい音ですかなんか大きい音出せないあの何張っちゃうんですよねめっちゃバーンって出しちゃうんですよあー待って青いレモ忘れちゃったごめんなさい 水飲んで、はい、ヨーグルト飲みますね。ありがとうございます。うん。まむるさん、声の伸びがいいですね。本当ですか。嬉しいなタッキーさん、本当うまい声してる。ありがとうございます。ジャルさん、喉痛いんだから、歌は日曜日までに体調崩さない程度にね。そうですね。合ってるよ。ありがとうございます。二十七日、何をするか、自分の中で決めてるの。てか、もう本当は決まってるんですよ。でも、言っていいかわかんなくて、言ってないんですけど。楽しみにしててください。 ミホちゃんの歌声めっちゃ落ち着く本当嬉しいなあ煽りてマイヤのお前らかなお前ら騒げみたいなやつそうですね多分そうだと思いますまだまだ足りねえぞみたいな <laughs> 多分そんな感じかなかいさん隣の間のあわからないごめんなさいやっぱー好きやねんは大阪駅で聞けるので来てくださいあ行きますたこ焼き食べに行きますねエビちゃんさんもうミホちゃん推しです嬉しいな訂正 <laughs> 明日は最終日につき20時までですあありがとうございます 声を抑えながら歌ってるから出にくいのかな。そうですね。あの、下にお母さんいるので、ですね。恥ずかしいですね。大声ダイヤモンド歌い出し合ってるよ。歌い出し合ってますよね。でも、その後が出てこなくて、メロディーがごめんなさい。<laughs> 宮やんのことが大好きだ。大声ダイヤモンドだけに、宮地さん、ありがとうございます。<laughs> ポテトさ、ポテト取っとってって言っとって、ポテトポテト取っとってって言っとった何っとに、なんでそう取ってくれんかったのって言ったと、感じゃう。 ポテト取っとってって言っとったのに何でポテト取っとってって言っとったのになんで取っとってくれんかたどって言っとうどちょっと堅いじゃ文 <laughs> 系です青い青いレモンとレモンの年頃がごっちゃになる現象まあ名前似てますね私わかんないですね隠したヨーグルト隠しちゃいました逆にそんなにフォーティエト詳しくないのが新規感をくまじで本当にごめんなさいもう勉強中なんです他のな他のアーティストさんの曲も全然わかんなくて。 申し訳ないで出だしから出せるってことは声量ある意味本当ですかありがとうございますハチさん本当に声出ないようにならないように気をちゃった危ない危ない <laughs> はやたさん美穂ファイトありがとうございますえレ、ー、デーマンさんありがとうございます見つけますねやっぱり足しびれちゃった <laughs> 足しびれちゃった宮地さん謝らないでありがとうございます今何時だ大丈夫かな10時までなのであともう35分ですね あたたたたあれちゃった。<laughs> たたた,た,たうん。今日うん終わるまでに三千人行きたいな。サラちゃんと迷ったけどミホちゃんに決めました。本当ですかありがとうございます。同じ福岡なんですけどねサラちゃん。吹奏楽で好きな曲ある。私マーチ服の好きで、どれ好きだったっけ。<laughs> あそれだった。シャイニングロードとか覚えてる。スカイブルー取り スカイブルドリームとかあったっけ？そんな感じのもありました、ね。あでも水草くあれが好きだ。あの、<music> ててててるるるてるるるてるてるるてるるるみたいな感じの、てててるるてててるてててててみたいな。ああなんていう曲名だったっけあれ？忘れちゃった。おっとおっとは食べますか？時々食べます。 これから少しずつ覚えていけばいいよねありがとうございますとが多いんでこれ入る言葉そうですねポテトとっとってって言っとったのになんでとっとってくれんかったとって言っとうとシャイニングロードやってよ本当ですかあシャイニングロード私もやりました UFO だからめっちゃ楽しかったてってれー <laughs> えー、シャイニングロード聞きたいさっきの曲私が好きって言った曲何だったっけ本当に曲名思い出したいなてってゥトゥルルトゥル なんだったっけ？課題曲、シャイニングロード課題曲でしたね。もしかして吹奏楽部の方多い感じですか？嬉しいな。私ユーフォニウムやってました。今もユーフォニウム持ってるんですけど、最近ずっと吹いてないので下手ですね。ピッピ大佐さん初見です。ありがとうございます。いらっしゃい。何だったっけ？あれ？あ、めっちゃ思い出したい。金 金なんちゃらの金みたいな曲出てたえー、と金冠なんだったっけ忘れちゃったあ文明開化の金かな「文明開化の金っていう曲好きです「シャイニングウィザード」しか分からへん私分かんないですねそれポテトヘッドさん初見ですいらっしゃいイラスカル可愛いなカ加西さんカウント完了ありがとうございます でした流通のさん KOM かっこいいギターですかウクレレやってる人どう思うウクレレってあのなんか可愛らしい楽器ですか可愛いと思いますいいと思いますハマさん難しいやつじゃんそうですねあの文明開化の鐘は私はあの弾いたことはないんですけど YouTube でずっと聞いてましたうま <laughs> い方たちの写真のうまい撮り方教えてくださいええうまい撮り方なんか私後ろボックスの好きなんですよ何ポートレート だからあなんだろうなんかこれを主役にしたいっていうやつを真ん中とか左とか右とかに置いてそれに一回ピントをピッて押して半押ししてそれに集中してカシャみたいな感じですかねなんかあんまり全体を写そうとせずにちょっと切れちゃってもいいからここを写そうっていうのを分かりやすく撮るみたいなエレキギターええーすごいエレキギターかっこいいですね ハチさん、私今水分何の楽器してるんですか文明堂のカステラ美味しいですよあそうなんですねポテタンさんみやちゃんに名前覚えてもらったから会いたいですぜひ来てくださいんてんこ <laughs> ちゃんのハートにズッキュンやってくださいてんこちゃんのハートにズッキュンえ単焦点レンズとか使ってるのあ単焦点1個持ってますオリンパスのやつで F, F 値が1.8まで下げれるんですよ結構ボケるのでいいですりょうさんこんばんはみつあみだみつあみです シャロン,ンさんコメント全部読んでくれるの嬉しいこちらこそコメントありがたいですありささんクラリネットクラリネットいいですねクラリネット私ちょっと最初したかったのに音が出なくてでその後もう気づいたんですけど木管楽器一個も出ないってなって金管の一番最初に行ったのがユーフォニウムでこの楽器何初めて見たって感じだったけど音出してみたらめっちゃ出てでその体験初日なのに なんか曲めっちゃ吹けるから曲吹いてみるみたいに言われて楽譜見せられて番号の通りに指を置けばいいだけだから吹けたんですよ曲が1日目でだからもうユーフォニアム大好きになりましたで1シャ,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 シャモーっとか使うえわかんちょっとあんまりわからないごめんなさい写真は動物より風景派うんーどっちもいいですねエアギターならできます私もできますエアギター <laughs> ちなみにカメラニコン派です。あニコンもいいですよ、ね。ニコン使ってる人部員で多いです。いっぱい。お姉ちゃんの後輩だよ。うんあそうなんですね。こんばんは。鍋つつ鍋つつきながらおみっぱの配信見てる。ありがとうございます。えっ、ー、とみほちゃん太陽属性だね。<laughs> 本当ですか？太陽派。アリサさんありがとうございます。メガイ餅食べたい。ノアさんそうですね。私も食べたい。お餅大好きだから食べたいですね。 トロンポをさ受かったら福岡から,から引っ越しするんですかまだ決めてないんですよねどうしようでもなんかあのもうオーディション応募規約みたいなとこにも福広島市の近郊に住める人みたいなの書いてあったのでうーん引っ越すんじゃないかなって思ってます三つ網は幼く見えるね本当ですかちょっと嬉しいないつもより幼く見えるのポテタンさん美穂ちゃん水筒よ私もポテタンさん水筒よ浜田さんハート100個ありがとうございますタッキーさん三つ網好きありがとうございます でさん,きおさんりに似てるね本当ですか昨日ん昨日一昨日も言われた気がする嬉しすぎるあんな美人さん荻原篤さん一眼レフカメラ使えるのなんかそんな使い方分かってないんですけど <laughs> たまに使えますねちゃんとハマさん一つ一つ丁寧で尊敬しますいやいこちらこそコメント頂い,いて嬉しいです <laughs> ファリマさんボー,ボートレース場で写真撮るの好きですへえー、そうなんですねボート撮るの難しそうなのに はるか昔にエレクトーンとピアノ8年くらいしてたすごいそんなにすサンさん明るいオーラ感じるおあありがとうございますヒロさんひなちゃんも家族で引っ越したしなあーそうなんですね私ももしかしたら家族も一緒に引っ越すかもですなんかお引っ越しってルンルンするからちょっと楽しみですね受かるの受かりたいなまんまるさんちゃんとコメント何ちゃらな,な星がいっぱーって読めないごめんなさい 小籠包さん、ストーカーにも気をつけてねありがとうございます頑張りますあと28分しかない辛い何しよう何話そうかなえ三つ編みだと朝ドラの戸田さんそっくりほですか戸田さん戸田恵梨香さん見たい見たい嬉しいなえー、こんな戸田恵梨香さんはやばいえー、やばうれしすぎるうれしすぎる レーマンさん美穂ちゃんとツーショット写メ撮りたい私も撮りたいですぜひ受かりたいので投票お願いします皆さん投票まだ27日の14時まで OK だと思うので本当に一日一票大切にしていきたいのでお願いします思わぬところで欲い気すぎ本当ですよねなんでこんなにい欲しになっちゃうんだろううん早く会ってみたい吉田くさん会ってみたいですね はーちゃんさん広島すごくいいとこだからぜひ一人暮らししてみようでも一人って寂しくないですかなんか静かだししかも私虫が苦手なんですよねだから虫が出た時にいつもお父さんに退治してもらったりするのでねだからちょっとね今の朝ドラ美穂がいるようーんいや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 パリマさん「引っ越しました」エ48グループの曲あっ 覚えてきますね。調べちゃおう。えーと食べみこか食べみかこさんと似てないけど食べみかこさん好き。私のことは <laughs> ごま団子さん学校の友達には言ったんですかあの最初言ってなかったんですけど、もうバれたので言ってます。もう三匹連れて行こう連れて行こう。虫がネックそうなんですよ。 今年から広島一人暮らししてるよあどうですかく暮らしぶりは <laughs> ファリさん虫は無視しといたらいいやんあうまいですね僕が虫退治しますお願いします今日の投票はさっき済ませました。ありがとうございます虫料理食べることとかあるかも本当ですかやだな。下手物みたいななんかケヤキってかけないで長浜ねるさんが食べてたのめっちゃ衝撃的でそれだけ覚えてますねいやーやだな 明日の配信予定は午前中ちょっと明明日日追加しますね明日も一回見てスケジュールをあごめんなさい明日はぜひデスノートのみさみさんの髪型したしどんな髪型でしたっけデスノートえー、これですかさあいやーそれは厳しいとてもいいけど量多いよりん 急いでお風呂入って帰ってきた「おかえりなさい」をねーー初回で5人に話しちゃったでしょあそうですねあのー、何あのー、受ける前は1人だけに話してたんですけど受けるよって言ってからその子にでもあの情報会議 OK になって5人に話してそうですねそっからはもう広まっていったって感じですね Twitter でパソコン早く打てるのおルミさんみたいでかっこいい本当ですか <laughs> 埼玉より寒い、えー、サッカー部好きですかサッカーいいと思いますかっこいいと思いますよ広島何回か行ったことあるのそうですねあのいとこが広島に住んでるのでめっちゃ結構行ってます小学校の時にも一人で行ったしその時のかきフライが忘れられないですいとこのお母さんが手作りでかきフライ作ってくれてそれでなんか今までなんか何なんか何かおたふくソースで食べるってことをその時初めて知って ソースで食べるのめっちゃ美味しいですね <laughs> ずっとソースで食べてますそっから <laughs> 3000人いったらすごい嬉しいバリュー嬉しいありがとうみんな広島すごい楽しいって言ってたよ本当ですか行きたいな初見です広島いいとこよあ行きたい早く行きたい明日も絶対見るねごま団子さんありがとうございます認知してくれましたかノーさんしてますよありがとうございますタガメとかセミとか食べれません私もう触ることも無理です ママさん無事帰りつきましたおかりなさい3,000人おめえちくわドーナツありがとうございます7年えっタカさん広島に1年住んでたよお好み焼きが安くて美味しかったあお好み焼きめっちゃ美味しいですよねあの私実は二次審査の帰りの日もお母さんとお好み焼き食べて帰りました美味しかっためっちゃ美味しかったなんかミックスみたいなスペシャルミックスみたいなのと青じそ青じそかな青じそ食べた気がします分け合って2人で。 お腹パンパンだったりょうさん3000人ですやったともちんさんこんばんは可愛いね頑張ってありがとうございます22時までしか投票できんのやっけいや投票は日付変わるまでできると思いますあのでも27日の14時までですねデスノートのみさみさにもう1票デスノートのみさみさ20のオーデではどんなこと話したのあれですねあの自己紹介とん自己紹介と私は過小審査を選びました 広島に思い出いいじゃんか。そうですよ。今までお好み焼き何で食べよったん。いやお好み焼きはソースなんですけどカキフライですね。カキフライ、うん。枝島のカキフライならよく食べます。初めて聞きました。美味しいですか？星ありがとうございます。友知りさん。船酔いは大丈夫です。のあさんありがとうございます。いえいえ。えまさんお好み焼きは持ち入りではあ持ちも食べましたよ。前昔。お好み焼きとペタならどちらが好き？ えー迷うでも広島風お好み焼きだったら広島風お好み焼きですね関西風お好み焼きよりかは広島風が好きです麺が美味しい同い年はしかも福岡うかマンモドフさん美味しいな広島は渦潮って店美味しいよあ覚えときます渦潮ってか調べようかな今 ミホちゃんってソフトバンクファンかなファンではないんですけどソフトバンクは応援してます福岡なので戸田ゆりかちゃんに2月会ってきたよすごい何ですか映画の試写会とかですかここの時間に西の話とは、うん、モスク22 22本当に嬉しい家族とすごく仲良さそう,そうですね仲いいです広島の面のカリカリ感がいいよねそうですよねえー、とミホちゃんバラよりも美しいわーおー甘ーい甘い <laughs> 広寿し屋出てきましたえー、美味しそうカキが入ってるやつが出てきました画像でうわ美味しそう原爆ドーム近くなんですねえー、今度行ってみたいですね博多弁で釣ってくださいゼロさんゼロさんんだろうゼロさんゼロさん結構見に来てくれるけん結構バリスいとうよ <laughs> 即位記念500円硬貨とか買う うん、買わないですね。こう見えて僕お好み焼き嫌いなんです。広島風お好み焼き美味しいですよ。きぼりんさん食べてください。麻婆豆腐、高校効率ですか？どうでしょう？大手では何歌ったの？あのこ,ここで出しちゃうの？なんか申し訳ないんです、す本当は最初 akb48 さんの新曲のサステナブルを歌わせてもらう予定だったんですけど、なんかカラオケに入ってないって言われて係員の方に。 え練習したのにと思ったけどもう一曲で迷ってたのでそのもう一曲乃木坂46さんの「シンクロニシティ」を歌わせていただきました広島は汁なし担々麺も欠かせないあそうなんですね食べてみたい調べますねなんかお店とかおすすめありますかやだお腹空いてきた佐都犬さん食べちゃダメですよもう10時近いから広尾さん ST48 に入るとカープの関係との仕事があるよそうなんですねカープあのテーマ色っていうんですか可愛いですよね STU に入れたらいつかみさみさんお願いしますね髪型ですかね頑張りますあ目が痛いよ美羽ちゃんのツインテールを見たいツインテールですね明日するかもじゃあえっ、ー、と「加納ノ,ノーバ美味しいよ加納ノ,ノーバ調べてみますねんあ,あ あのノーバー出てこないなんでだろうみほちゃんいつも美しいよ。甘い。シ <laughs> ーツなら神戸がおすすめ。神戸の何がおすすめですか浜さん、シンクロにしていいですよね。ミサミサの髪型は似合う人かけられてくるからやめた方がいいと思うけど、絶対私似合わないと思いますよ。あんなの。あんなの、可愛いとダイリカさんぐらいしか似合わないですよ。葉月さん、ご飯食べてたら遅くなっちゃった。ああ、おかえりなさい。来てくれただけで嬉しいです。シンクロは、個室がみほちゃんに合ってそう。本当ですか嬉しいな。麻婆豆腐さん、私の周りの人がみんな可愛いって言っとった。みんなありがとう。 たんたん麺はみつに連れてもらおううんきたい行きたい一緒に行きたいみつさんって22番だったんですよねオーディションの時だから一緒に行きたいなアイコン STU のやつに変えてみたあもらえるやつですねこれかわいい一段ノアさんおいちいですねるなし担々麺はキングケンさんかなキングケンさんケンさんでいいのかなケンキンおあった へえ、美味しそう。あ、なんか東京とかにもあるんですね。だから、今ここにいますよ。流通の神さん。高さん、広島船で牡蠣を食べる牡蠣船っていうのがある。そうなんだ。知らなかった牡蠣小屋は聞いたことあるけど。マ、ま、マさん、よし、スペアに一緒に行こう。スペアがないですよ。どうしますか。えー、さとけさん、今村美月さんとのお好み焼き配信が見えてきた。見えてきた。嬉しい。 かじさん時差なんですけどみほちゃん見るために頑張って早起きしましたああ嬉しいありがとうございますそういえば体をだったなそうですよ辛いの大好きです辛いのください皆さん <laughs> 食べたいりおんさんまた来ちゃった可愛い嬉しい <laughs> 福岡だったらうまかっちゃんが一番美味しい確かにうまかっちゃんもう最強ですねうまかっちゃんとキムチ一緒に食べるの美味しいですよ葉月さん三つ編みも似合ってて可愛いいしい嬉しい嬉しい金ン,ンさんは矢野さん国松が今村さん国松,国松も調べます うんとみちゃみあ違うさっしーのソロデビューとかけましてみほちゃんととくその心はどちらもどちらもそれでも好きだよああありがとうございます博多弁話してくださいはるかみさん何だろう何がいいですかなんかこれを博多弁にしてみたいなのあればいいな戻ってきて覚えとるよ遊園地さん覚えとるよ今の博多弁だ z i <laughs> プ札幌にも来てください行きます受かったら 唐辛子って後ろに追加で書いてあるね。そうですよ。書きました。アピールしてます。某カレー屋さんなら何辛？そうです。あのカレー屋さんあんまり行かないのですですね。うん。でもなんかうんあのあとですね、辛くしたらなんか値段高くなるでしょう。だから3三辛ぐらいしか食べたことないですね。ティーロさん初見いらっしゃい。福岡鳥もんが好き。博多鳥もん。みたいな CM ありますよ。 えびちゃんさん納豆にキムチ入れるとあ美味しいですよねしかもなんかダイエットにいいらしいです発酵食品かける発酵食品でダブル発酵みたいな <laughs> メンバーと田中ちゃんの舐めパンにモンジャパ料理の配信忙しくなるぞそうですね中本食べたことありますあのカップラーメンだったらスティに入ってタピカツしたいならタメピオと一緒に行くのがおすすめ <laughs> 行きたいえータピオカ大好きなんですよ私もちもちしてるもの好きだからおもちも大好きで えー、行きたい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 。行きたいクリマステンポ多いよ。そうなんですね。明日の最初の配信、最初の配信は何時からまだ決まってないです。ごめんなさい。後で書きます。絶対今日中には書くと思います。おっとっとのやつ知ってますか赤留めのおっとっととっとってって言っとったのになんでとっとってくれんかっただって言っとうと。うん、これ5回目ぐらい。星全部投げてよ。あぁ、ありがとうございます。ティーろさんかわいい。ありがとうございます。 ユニチさん、福岡のおすすめの場所どこおすすめの場所うんずっと言ってるけど糸島の海 AKB48 またあなたのこと考えてたって聞いてうん、聞いてみますねま,またあなたのこと考えてた本当に曲わからなくてごめんなさい申し訳ないです皆さんに学びたいですね3からとかむせるむせますか 俺がミほちゃんに対しての気持ちぴったりや。おもうかリ屋さんは6からまで挑戦した。おぉ、すごい。2倍ですね、私の。今、友達にミほちゃんのこと教えたら、ライさんありがとうございます。ノートピースよく使う。使ってます。<laughs> ハマさん、タピオカ食べたことないやあ絶対食べるべきですよ。人生半分以上損してます。関東きたらも、もう、こたんめ仲間との本店ぜひ行きたい。本当に辛いの好きだからずっと行きたいですよね、あそこ。3、2、1、ピしゃは分かる。ごめんなさい、分からないです。 福岡の花…んカラスかなカラスっていうのかなあ違う袋待って待って待って私その店行ったことあります袋担々麺とかですよねめちゃくちゃ美味しいですよねおっとおっとのやつ行ってたの可愛い,いありがとうございます早口言葉の定番だねそうですねめっちゃスピード感あるね <laughs> 嬉しい なんか流れちゃうの申し訳ないんですよねコメントがはずきさん笑顔も可愛い嬉しいですおぎあつさん激辛美人ここにありここにあり本当に STU ボディに入ってほしいからライスさんありがとうございます美八千さん友達に二期生の二期生に福岡の別品さんいるよと言ってみたいありがとうございます絶対彼りたいですね皆さんのこの気持ちを受け止めたい 初見で袋を読めるのはおそらく頭がいいいや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 え多分そのお店行ったことあるんですよ私辛いもの好きならつけ麺本舗なんていうんですかしぶ辛ぶしぶすごく辛くて美味しかった調べてみますね博多って可愛い子多くないそうですよねうんうん袋いってるなら福岡で合ってるかもね本当ですね合ってるかもえっ、ー、と はるかみさんみほちゃんがステ入ったらお高さしますお願いします待ってますまいさん今日学校で男子にみほちゃんを紹介してきて本当ですか嬉しいな投票ぜひお願いしますもうあとちょっとなのでお願いしますぜひもっともっと上に行きたいなって思っているので中学の修学旅行福岡行ったおおすごい福岡何しましたかみやちさん命張ってでも守ってあげるからねご安心をありがとうございます もうすぐピアノの発表会応援してゆりちさんピアノすごい頑張ってね応援してますひろさん欅坂46の菅由佳ちゃんに似てるうわ嬉しいですもう何回も言うてるなんでこんなに言われていいのかなってえー、っと元 AKBNMB の梅ちゃんは知ってますかえー、だね調べてみますねちょっと3500ありがとうございます超えました嬉しいな かさんですかえー、ごめんなさい存じ上げてないですでも調べてみましたあで見たことありますね美人さんタイ,いいタイピング音心地いいタイピング音心地いいでザザフテンマングでうまがい餅食べたよあーいいねよかったないいなうらやましいなみぽぽほんと大人っぽい本んですか嬉しいなレイレイさんみほさんのショールーム見て受験頑張れそうです頑張ってください 俺も小学校の修学旅行で福岡の太宰府天満区行ったよああ楽しかったですか高校の修学旅行行きの島だったわ、どこだっけ行き津島みたいな聞いたことある気がしますみほみほ、あーい漢字 <laughs> 間違えてさ、させん。いいですよ全然えー、京太郎さん博多は何度か行ったことあるよあ、本当だ、そうなんですねルートさん長崎長崎 フルーツタルトのホール食ったら気分がダメになったあらホールってきついですねチリは得意ですか得意じゃないけどチリでもチリの授業は好きです先生が面白いのでモンさん今日も可愛いですありがとうございますユリンチンさん私もこの前フジケ行ったああってたかもモンさんその時一蘭も食べたうわーいいですね あの太宰府にある太宰府って学業の神様の菅原道真さんが祀られてるじゃないですかだからあの一蘭のラーメンあれなんですよね合格みたいな皿の形があれですよ五角形なのかな,なんか多分そうだっそんな感じだった気がしなくもないうんうん初めてめ,めがい餅食べたああそうなんですねえー、美味しいですよねあったかくてなんか外カリ中もちあんこ 美味しい。広島は夏は海、冬はスキーなどで遊べる。ああそうなんです。そう合角の一覧で、ね、ズッキーやって。ズッキューツッキュー <laughs> 食べ物が美味しいから大好き。そうですよね。飛びむですよね。ああそうなんですよね。はるかみてみょうき応援して言ってくれはるかみ。ヤン <laughs> <春上ー笑>さん梅ちゃんも福岡出身。ああそうなんですね。福岡美人さん多いですね。ええー、嬉しいですね。 みやちさん夢中にさせちゃうぞからのウィンクちょうだい夢中にさせちゃう, <laughs> 噛んじゃう夢中にさせちゃうぞいや恥ずかしいですねこれはうん福岡都市高速っていうネーミングがかっこいい確かに福岡都市高速って感じですよね <laughs> かっこいいかっこいい欅キャプテンそっくりだよかいさんありがとうございますかいさんのトピガがめっちゃ気になりますサングラスのつけてる何ですかこの物体 ノアさん、可愛い,い、ありがとうございます。忘れられる、福岡出身の篠田麻里子、あ忘れちゃダメですね。S. T. u の夢セカナって曲知ってる聞けば元気よで、あ夢セカナだそうぜ、ですね。<laughs> ライブで煽りとかやってみたいそうですね。任されたら、やってみたいですね。うわ、てるてるの、めっちゃ可愛い,いです。いや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 、ありがとうございます。こんばんは。下関から応援しています。ありがとうございます。近いですね。いや、てるが可愛い,い。いやいやいや、欲張り三千三千。 え何欲しいですかひろみさん欲しいになっちゃってるわからない山口の総監督さんかわいいよねあ、かわいいですかありがとうございます葉ずさん明るくてとっても好き嬉しいですあ、熊本のいきなりだん食べたことありますなんかすごい大きいじゃないですかでもお餅大好きだからもうもうペロって食べちゃいますね疲れん照れ顔たまらん嬉しいマイクないのマイクないんですねマイクないからこれかなヨーグルトかな からなだそうぜ <laughs> 揚げもみじ食べたことあります一回だけその時あれです小5の時にいとこのところに一人で行った時にあの宮島に行かせていただいて一緒にで揚げもみじ食べましたもう感動しました <laughs> 美味おいしすぎ普通にはもみじまんじ食べるより大好きでしたもう50倍ぐらい好きでしたそうなんですマイクないんですよね陸上やってますひろみさんかっこいい いきなりなんか美味しいよね、ルートさん、かっこいいですよね、ああ、美味しいですよね、間違えちゃった。浜田さん、なぎいちって曲わかる、ああ、よく聞くのに歌えないですね。牧ちゃの総監督さん、歌うまい、嬉しいです。ゆかおしですか、欅坂ではそうですね、ゆかおしですね。俺は。バイルクだ、そうぜって歌ってることある。え。<laughs> あ、梅じから、梅じからだ、そうぜ。<laughs> 原上さんなんて、告白されるのが嬉しいですか。 え普通にす率直に好きですとかでいいですねそろそろスクショタイムかもよそうですね今何分ですかじゃああと1分後にスクショタイムしますかだからしてほしいポーズを書いてくださいコメントでめっちゃ可愛いおなんだしだ嬉しいゆななうさんおなんだし何て読むんですかなんちゃらのそうめん食べたことあるな分かりません さゆっくり見すぎてビビりました嬉しいです好きですあしたも頑張りきさんありがとうございますかいさん星長ありがとうございます中野さん好きです私も好きですみなちゃんうん」の顔が個人的エコノミー「ん?」ってう「ん?」「ん?」みたいなどどどこだろうえルートさんすいとうよ合格合格だなうわ星カラカラだよありがとうございますカラカラになる徳川音なっちゃった <laughs> 時間経つの早いそうですねかみさん間違いないもう合格やな嬉しい頑張りきしてほしいです頑張りき <laughs> 中さん明日はすっぴんでお願いしますあーどうだろううん午前中はそうかもしれないそれから夜かな、うん、イボの糸あーそうめんやっぱりイボの糸 <laughs> 食べたことある気がする時が怖い,い嬉しい大好きな人の涙ポーズ <laughs> ウィンク希望ウィンクあか <laughs> んべえ <laughs> できない下手い。リッカかのトークの写真可愛い。あ、トーク私も撮ってます。可愛いですよね毎回。パジャマ配信？パジャマ配信はしないかな。制服かな？チャイナかな？何言うんですか？ダブルピースを顔に近づけて。ピ <laughs> リクラ撮りますか？結構撮りますねお友達と。歌うまい本当ですか嬉しいな調子乗っちゃう。うん。 58分になったらランキング見ます。顎ピース。顎 <laughs> 投げキッス。指ハート。投げキッス短,短かったかなイボ <laughs> の糸よりハンダソメハかなり面が太いけど。えー、面太いの好きです私。調子乗っちゃっっちゃって。イ <laughs> ボ <laughs> の糸歌うのは大丈夫なのあ こんばんは、渡るさん。調子乗っちゃうかわいい。ありがとうございます。あとちょっとで 4000! あー、行ってから終わりたいなー。坂道シリーズも好きですよ。シャキーン。渡るさんギリギリですね。宮津さん、ごちそうさまです。初めてのオーデが HKT ではなく、STA だったのでは ?STA が初めてです。この、うん、寄り目できないんですよね、寄り目。できない。えー、ズッキュンやって。ズッキュン。<laughs> 嘆き室でやられましたやったーもンさん明日何時しますかな午前中もするしうんいろいろうんなん何回もしますのでいつでも来てくださいよいしょ頑張りき頑張りきよりめ少しできてた嬉しいこれこれがあるとできるあ目がバグりそうエアハグエアハグ指ハート ねえ大きい嬉しい変顔して <laughs> お餅ポーズお餅ポーズこれギャグ持ってないですねそのためにお仕事頑張って葉月さん明日最後ランピール頑張ります目がバグるに吹いた <laughs> もっと変顔 <laughs> それにつけてもおやつはカーうん <laughs> サイマジョポーズ <laughs> 21時57分だ ポーズ少しテープ早いいごめんなさいスクショしたいから頑張るきはい明日絶対行きますありがとうございます皆さんごめんなさいなんか飛んじゃうコメント最後あと3つだけしますよスクショタイム何がいいですか徳川 <laughs> 裁判所ポーズ似合ってる嬉しいなあと2つしますポーズその後ランキング読みたいと思います 今日で大好きになりました。ありがとうございます。全部カメコメント返すの偉すぎます。いや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 。琵琶湖に向かって消臭力って歌うのは気持ちいいですよ。お<ー>飛んだけど可愛いから全然許すごめんなさい。まんまさん飛んじゃった。明日も大会楽しみ。ありがとうございます。敬礼ポーズ。両面ウインク。目、目つぶってる。以上です。ポーズは。よし。お小顔。<laughs> 以上ですとか言っちゃった。はい。ランキング言います。13位から。 13位、あっ、で、位、流通の狼さん、12位、雑巾さん、11位、フロインメイさん、10位、トシさん、9位、パチジャンさん、8位、ゼロさん、えーと、7位、フナッチさん、6位、ウエマンさん、5位、ヨシタクさん、4位、イーティさん、3位、明日も頑張りきさん、2位、スサンさん、そして1位は、 イズポンさんでしたありがとうございます明日もよろしくお願いします投票もまだまだ続くので日曜日まで本当にお願いしますもう皆さんのおかげです本当にここまで来れてううん、うん拍手の音いい音ですよ <laughs> ゆっくり休んでねありがとうございますあーコメント流れちゃって読めなごめんなさい本当に後で全部読みますね一人一人に返してる気持ちで読みますねありがとうございますこちらこそ今すぐ投票ありがとうございます喉休めます頑張りますん <coughs> 今日も楽しかったよありがとうございます大好きです私も大好きですみおちゃんが入ったらひなちゃんみたいに坂道太太がやってきそうあそうなんですね <laughs> 喉のケアありがとうございますゆっくり休みます皆さんも休んでください ちゃんと寝てくださいねおやすみなさい投票もお願いしますありがとうございましたまた今日も楽しかったです明日もよろしくお願いします後で明日の予定書いておきますねではではまたではでは時間が来るので終わりますねあ,あと何秒でしょうかね何秒かですね喉癒してねありがとうございますバイバイみんなバイ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 ,バイ あ、なっちゃうなっちゃうあ、なっちゃったバイバイ。